今日夜だからね、深夜だからちょっとうるさいのあれかなと思って、ちょっと静かに挨拶してみた。コンポハ待機ありがとうございました。何待機ありがとうございました。ささやきなのにでけえ。嘘、こんな感じ、これぐらい。何、ささやき声なのに圧がある。マジで後に追いのき、寝起きドキでクソひどいな体調大丈夫、ありがとうございました。すいません、心配かけて。もう大丈夫です。あのね、あのあとね、熱測ったらね37度5分あって、あの雪ね、ね、あのなんかね疲れてたりねするとね熱出たりするんだよね、すぐ。多分それ、あの風邪とかじゃない、風邪っぽい症状とかなかったから、単純にあのお疲れだった多分大丈夫です。うん、大丈夫、ありがとう。ごめんね。すいません。大好き、大好き、ありがとう。元気になってよかった、ありがとう。もう大丈夫。もうね、マジで、もう元気マッチョ、モリモリ、ブリブリだから、もう大丈夫だよ。うん。あ、大丈夫、コロナとかじゃない。ごめん。なんだ、元気ブリブリって。うん、まあ、元気ブリブリだから大丈夫だよ。ありがとう。ごめんね。これ、BGM 大丈夫ですかね。ちょっとね、音量いじっちゃって、さっき。大きいかな。よかった。ありがとう。ブリブリできて偉い、ほんとよかった。じゃあもっとブリブリしようかな。なんかあのまあ、あの概要欄に書いたんですけど、あのまあね、雪ねね、じゃ聞いて、なんで村人をまああの傭兵したかというと、紬先輩とねコラボがあるんですけど、あの10日にねコラボがあって、でまあその前からちょっと紬先輩とマイクラコラボを、あ、バランス大丈夫、ありがとう。紬先輩といつか絶対コラボをやろうと思ってたから、その時のためにあの装備をちゃんとしとかないとなんかブリブリしてる名前の方からブリブリなんか来たんだけど、どういうことってスーパーチャット最後に読みますね、またやばいな、ブリブリ配信になってしまうな、これやべえ、誰だよ元気ブリブリとか言ったのそう、あの紬先輩にコラボした時にちょっと迷惑をかけれないと思ってちょっとやめてやめて、ちょっと今真面目な話してるこんばんは、こんばんは、召喚するなすいませんすいませんね、迷惑をかけれないと思ったから、ちょっとその時ね、いつかその時のためにちょっと笑っちゃう、いつかその時のためにあの装備をまあ作んべえと思って、あの裏でねこっそり作ってましたので、ちょっとまず今日はその装備のちょっと紹介をしようかなと思います。いいかな、もう早速し、あ、装備作るべつまで作ったんよ、ちょっと見て。でまずね、装備の前にこれ見て、二人の絆記念とかいうねチェストがね、なんか家の前にねある日突然置かれてたわけよ。いきなりねこれ置かれてて、まあ、もうなんかちょっと取っちゃったんだけどこれが入ってて、コハクちゃんありがとうって紬先輩からプレゼントが入ってたのよストーカーじゃない紬先輩、もう本当にありがたい、作ってくれてわざわざ、これマジでありがたかった。紬先輩マジ優しい、いや本当泣いたよねマジで、えもらっていいのとか思って、いいよって言ってくれて、これねでもちゃんとねなんかねお肉で囲まれてたね、 なんかねあれ、あ、手に持って、こうちゃんとねこんなお肉で囲われてたすごいよね雪ね、こんなポンポンあげれないもん、マジですごい、ほんと紬ちゃんマジでプロなんよね、すごいよね、本当にね、ありがとうございましたって言ったよ雪ねは。うん、ちゃんと、あ、そう、肉食えってことかな、これもらってっていいかな、紬先輩もらいますで、あの雪ね、マイクラ装備は強化してきたんだけど、あのこういう癖が抜けなくて、例えばなんかこうあってさ、これをさこうやってやったりさ、これをさなんか分けるのにさ結構さ戸惑っちゃうんだよね、そういうのにちょっとまだ慣れてなくて、操作的な面がちょっとまだ
なんだろう、ショートカットキーとかにあんまり慣れてないから、ちょっとそこをね、まだね、ちょっと慣れていきたい。わかる？ほんと？でね、見て、馬もね、連れて行きたいよ。馬見て、あ、使いこなせてない？ほんと？よかった。これ馬見て、馬ね、3匹いるでしょ。馬をとりあえずもう本当に船に乗らないで、もう徒歩でこう行ける、見えてる徒歩で行くとこ行って探してきて、やっとの思いで馬を連れて帰ってきたんすよ。ほほほ。ちゃんと、あ、でちなみに早いとかはもうあれない、あ、適当に持ってきた。でね、1匹しか持ってこなかったのね、馬。これ1個しかなかったから、これこのクラがね、1個しかなかったから、もうてか、まあ1匹しか連れてこれないじゃん。だからね、1匹連れてきたの、こうやって。で、最初ね、このキキちゃんのここにこうやって、あれなかったから、キキちゃんのここにこうやってやってたんだけど、あ、いるやんって思って、あ、まあキキちゃんの飼ってる馬と、あ、まあ勝手にまあね、勝手にやらせて、勝手に子供をね産ませたんで、あれキキちゃんの子供でもあります。あれ、ゆきねとキキちゃんの子供でございます、これ。この馬。キキちゃんは知らない、ちなみに。うん、まあ、言ってないから。キキちゃん知らない。知らない間に、ゆきねとの子供ができてる。キキちゃんに。できちゃった。うん、2匹できちゃった。これ寝た方がいい？もう夜だよね。ちょっと一回寝ようかな。そう、勝手に子供を作っちゃった。キキちゃんと。ごめん、キキちゃん許してな。できちゃった恐ろしいでしょ。よいしょ。んでね、んで、よいしょ。で、まあ馬も連れてきましたよと。真剣はね、キキちゃんよ。ユキな、面倒見ないよ、キキちゃんだよ。キキちゃんが全部見る。マイクラってこれ。で、まあ馬もいますよと。で、ちなみにこの鞍とこのリードが1個しかないから、ちょっとこれをね、また後々取りたい。で、次装備よ。装備作りました。ダイヤの装備。ダイヤ頑張って掘って作りました。ちなみにダイヤ今ちょっと使っちゃったんでね、ダイヤちなみにこれだけ集めたんで、ちょっと頑張ってダイヤ装備を作りございました。これはなんか拾った、切ったね、ズボン。ここでダイヤ装備作りました。ちょっと汚いんだけど、今作りまして、頑張ったでしょ。いや、一生掘ってたもん。コンポ、はい、いらっしゃい。マジ一生掘ってた、一人で無言で。マジで一生壁の石見ながら一生一人で掘ってた。うん、マジで無だったね、あれは完全に。で、エンチャントもしてきたんすよ。耐久と何だったのか。エンチャントもしてきたの。つぶげ先輩に迷惑をかけられないと思って、エンチャントをネットで調べて、やり方調べて、何がいいのかも調べて、全部作ってきました。で、こんな感じです、頭は。火炎耐久4でいいんだよね。火炎耐性4、水中採掘、耐久力3、水中呼吸3、修繕。これ頭。次服、ダメージ軽減4、耐久力3、修繕。でズボン、耐久力3、ダメージ軽減4、修繕。で足、火炎耐性4、水中歩行3、耐久力3、落下耐性4、修繕。マジで頑張ったでしょ。でも進化したよね。だって雪ね、さ、これ着てたんよ、これ。ゆきね、こないだまでね、これ着てたんよ。男の子ってこれどういうこと。あ、でもロストしてももう一回作る。ゆきね、作るの好きだから。ガチでしょ、ガチになったでしょ。これで多少なりとも出かけてもいいっしょ、船乗って洞窟行ってもいいっしょ。道具はね、あんまり持ってなくて、これなんか作ってできたやつかな。これは使ってない、これ使ってない。エンドラ退治できる、本当に。
どこにでも行ける？マジで？いやでもね、ネザーライトってどうやって作るの？まだ作ったことない。でも雪ね、装備だけ強くするタイプ、強くなったタイプだから、これをつけて行ったところでよくわかんなくて死ぬだけよ。新宿歩ける？本当？じゃあ雪ね、今までどこ歩いてたの？あ、違う、剣はね、これは紬先輩がくれたやつで、これ自分で作ったやつ、シルクタッチ、効率強化5、耐久3、シルクタッチ修繕、シャベル、まあこれ普通のシャベルかな。でこれ武器、安定と特攻5、ハイダメ増加3、耐久3、ドロップ3、利属性2、修繕。頑張って作ってきたから、これで多分紬先輩にはまあ多少迷惑はかけるが死なないと思う。あ、でそう、これそう、武器のね、武器の名前どうしようって思ってさ、でもこれだったらゴキブリ倒せそうだよなって思って G って名前にした。ちょっと面白い名前募集しよっかな、後でツイッターとかで。どう？え、クワない、クワ作った方がいいの？まだね、クワ作ってないよね。え、キラーとかにする？え、だってさ、名前つけんのさ、なんかコースとかかんだもん、このゲーム。なんか知らんけど、なんで名前つけるとコスト上がんの？かわいい、ハロー、ハロー、ハロー、ウェルカムトゥマイストリーム。装備強化が楽しいのは MMO プレイヤーなら本当よね。そう、装備強化が楽しいよね、ゲーム。こんにちは、こんにちは、ハロー。まあ装備はこんな感じ。まだね、道具これしか持ってないんだ。まあとりあえず装備作ったから、ちょっとやそっとのことで死ななくなったよ。マグマもね、落ちても死ななくなった。ちょっとウィパイ見てる？ウィパイ見てる？雪ね見といて、死なないから落ちても。ほら、ウィパイ見てる？ウィパイ、ウィパイ見てる？あ、ナイスツミーテュー、ナイスツミーテュー、アイアム雪ね、琥珀、ウェルカーム。ウィパイ、あ、やべ、やべやべ、ちょっと落ちちゃった、落ちちゃった。ウィパイ見てます。イエーイ、ウィパイ見てる？ウィパイ見てる？イエーイ。怒られる、やべ、怒られる、これ後で。コアクちゃん、コアクちゃん、コアクちゃん、なんかウィのこと言ってた？なんかコアクちゃん、ウィのこと配信で煽ってたって聞いたんだけど、なんか本当？とか言って、やっぱ後で DM 来ちゃうな、後で。マウントレックさん、妖精のハーツ。やべ、殺される、やばい。でも今日ね、雪ね、ウイパイのツイート見てて、今日はウイウイ天気予報ないのかって思った。今日のウイウイ天気予報はねんかって思ってツイート見てた。あ、でも修繕つけてるから治るよね、これ。修繕つけてるから治るよね、経験値稼いだら。え、嘘、ういうい天気予報なかったよね。しかもさ、昨日さ、みんなのさリプ見てたんよ、ういうい天気予報に対する。だからもう降ってますがそれはとかさ、もう朝聞きたかったとかさ。そんなコメントばっかりでさ、いやまあそうだよなって思って。そう、なんかね、これ装備に修繕ってついてるやつは、経験値獲得すると勝手に回復するんですよ。そうだから、多分削れても大丈夫、直さなくてもいいらしい、らしい、調べただけだから、雪ねも知らん。らしいですよ。で、まあ、これが装備紹介で、あ、弓あるよ、弓あるよ、弓あるよ、弓も紬先輩に作った方がいいですかって聞いて、弓も作った。これだけ強い弓。名前強い弓、耐久3、無限フレーム、射撃ダメ5、強い弓。あ、その認識合ってる、オッケー。強い弓だから、これ強いから、これ強い弓よ。よし、これが装備紹介でした。ね、ひどいな、 なんでそんなみんなネーミングセンス。え、ユザキあやせって言えますか、どういうことだろう、なんか読み方わかんない、漢字むずいよな。んで、ちょっと待って、ちょっと今日やることリスト、
消える、消すわ。で、この聞いて、まだ紹介したことがあるんよ。ちょっと紹介するね。で、どこだっけな、船あるね。このダイヤは、まあ、どうやって掘ったんですかみたいな。ありがとう、いいえいいえ。このダイヤはね、なんかお前どこで掘ったんじゃいとね、もしかしてあの先輩とかキキちゃん のチェストから盗んだんじゃなかろうかとね、思われるかなって思ったんでね、ちょっと今日その場所をね紹介しますわ。ゆきねのあのマイハウスを紹介するわ。第2の作ったから、ちゃんとあの掘る場所を。この前のなんだっけ、ブランチダイニングだっけ、ブランチダイニングがあまりにもあの無謀だったから、ちょっと反省して、ちょっとあのやり方を、ちょっと効率のいいやり方を調べてきて作ったんで、ちょっとブランチダイニング紹介しますわ今からね。ブランチダイニングクッキング紹介しますわ。あ、やっほー、あ、かわいい、おはよう。マイニング、あ、すいません、すいません、すいません、今から連れてこわ。ちゃんとあの行き帰りも考えた、あのとっておきの場所となっておりますので、紹介しますわ。今から連れてきますわ。道もね、あの特に目印ないけど、 あるわ道もね覚えてきたんだ、ちゃんと。よいしょ。目の前で産んだ卵をなんでダメなの。これもう夜になる、もしかして。やば、まあいっか、ベッドない、あ、作れる。こんばんは、いらっしゃい。で、ゆきねのあのね、ブランチダイニング場に行くには、まず目印のこのわけのわかんない、まあね、こんなことやる人ね、まあ一人しかいないわけですよ、マイクラのこのサバにね、このわけのわかんないね、水源のところを通って、こっちじゃね、こっちだ、ちげえわ、あそこ通んなくていいわ、間違えた、こっちだわ。あ、やばい、夜になっちゃう、今噴水よ、うん、ちょっと待って、やばい、 あ、こんなところにベッドある、誰のかがないけど、ほっ、今日ウキウキで可愛い、今日めっちゃ元気だって、夜だもん、夜行性よ。ベッドあったか、ちょっと待って , 笑って出発できない、出発しまーす。ここを通って、ここを通っ、ここやな、やばい、ちょっと昨日今日行ってないから、やばい、忘れてる。ここ通ってベッド助かる。あれ、ちょっと待って、ちょっとベッドもらおう、これ、ちょっと待って、やばい、やばい、迷子になった、これ、ちょっと待って、やばい、道間違えてるかも、ちょ、これもら、あ、間違えてないわ、合ってるわ、ちょ、な、いるか、こっちだ。野生のベッド多いね。うん、ありがて、あ、そう、この、またこのわけのわかんない、このわけのわかんない、こう水源を通ってね、まあ、こんなことする人、一人しかいないわけよ、わかる、誰かね、通って、こっちだ、これだ、あれだ、あのでけえやつだ、あそこにある。え、なんでずっとついてくんの君、なんかくれんの、あれ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 、あそこでダイニングするんよ。これこれこれ、ちょ、目印しちゃってるからちゃんとわかんない、この、ええ、なんのこの、このやだ、誰、ここいや、だって分かんなくなるんだもん、目印立てないと。これやね、これダイニングキッチン、そう、ダイニングキッチン、ここ見てて、落ちまーす、ちゃんとこういう風に拠点を作ったんよ。基本的にゆきねはここに住んでる、最近ちゃんと作ったの、えらいっしょ、ゴミ捨て場もあんの、ちゃんと、え、すごいっしょ。これはね、ちょっとまあゆきねの遊び心ってやつやね。そう、これが噂の、まあちょっとそこどこ汚いんだけど、
あのこの前のさ、この前はさ、たださ、こうやってずっと掘ってただけじゃん。なんかあれ、ここ2マス開けたっけ、わかんねえとか言ってさ、こうさ掘ってただけじゃん。ちゃんとこれで掘ってるから今。どう、え、成長してない？圧倒的成長を遂げてると思わない？どうですか？この前反省したの。さすがにあれはなんか何も知らないままちょっとダイニングキッチンしちゃったなって思ったから、ちょっと研究してきて研究してきたの。プロ？本当？こんな感じで、あの一人で永遠に掘り続けてる。あ、ここで割ってるね。ちょっと水したっけ。あ、はいはいはい、よいしょ。そう、レベル12ぐらいだった迷わない。なんかね、帰るときにちゃん、なんて言うんだろう、ちょっと一回戻るね、説明するわ。なんか絶対にこう行けば、細かくブラマイしました、ありがとうございます、頑張った。結構もうでかくなっちゃって戻るの大変なんだけど、なんかね、いきね頭悪いから仕組みよくわかんないんだよ。よくわかんないんだけど、なんかどこだ、ここからさ来るじゃん、でさこう行くじゃん。なんかこう、なんていうの、こう短い方にこう行く。左のが短いじゃん、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 短いじゃん。でこう短い方に行くと着くんよね、やってるとこに。なんでかは駅でも分かんないんだけど、こう着くんよ。ほっ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 、短い短いから左、短い左ってやると、で左は基本的に止め、こう後ろ振り返るとここやってるところについて、で戻る時も左、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 いた、いた、ってやると戻ってくるんですよ。なんでかは分かりません左、左に戻ってくるんすよ。えらいっしょ。こんな感じで最近はね、ダイヤを収集してて、ちょっとまあ雑なんだけどね、一部なんかこんなか埋めただろみたいなねでね、見てこれもね、作ったの、こっから出てたのね。あ、夜だ、おやすみ。あ、夜じゃない、あ、塞いだんだ。これこっから出てたの、こうやってこうやって出てたの。めんどくせえと思って、あのトラップタワーにあるあの仕掛けどうやってつくんやろって思って、あの調べて作ったんだよー。と作ってきた、エレベーター作った。これ、この、ちなみにこの、よいしょ、そうエレベーター作ったの、ありがとう。そうで、この下にあるなんで、ネザーサンド、ネザーサンドをあのどうやって取ればいいんだろうって思って、まあネザーじゃん、名前ネザーだから、まあ、ネザーってことぐらいわかるんだけど、ソウルサンドだっけ、ソウルサンドか、ソウルサンドか、石器時代から現代ぐらいまで進化してる、失礼だろそう、これをどうやって取りに行けばいいかわかんなくて、あの紬先輩がほら村に作ってるネザーゲートを入って、あの一人で一人でこうやって剣持ちながら、こうやってゆっくり、どれだどれだって言いながら掘ってきた、怖かったでもなんかネザー行った時に、あの上浮かんでるさ幽霊みたいのいるじゃん、あれに炎吐かれまくって、あのなんかちょっとスイッチ壊しちゃってドアのスイッチ壊しちゃって、あのちゃんと修繕して戻ってきました。え、一人で行った、本当に怖かった、マジで怖かった。だって音が怖いんやもん、ネザーめっちゃ、あ、ガストって言うんだ、本当に怖かったねあれは。ひゅーん、頑張った、ありがとう、頑張ったよ。まあこんな感じで、あのちょっとやることリスト1個ですわ。こんな感じで、よいしょ、
ップダイニングキッチンしています。ありがとう、頑張った、ありがとう、めっちゃ頑張った、本当。いや怖かったよあれマジで本当に。でもね装備強いから死ななかったのかな。なんかしかも火吐き出してきたらなんかさ打ち返してさ野球みたいにさほっ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 ってやってたよし帰るか。では次はね、本当すごいありがとう、成長する。いやまだ成長したい、まだだって装備作るのなんて序の口でしょマイクラで。あのね、あスーパーチャットありがとうございます。最後に読みまして、まあみんな気になってる概要欄の話、概要欄の村人をあのぶち込んだ話、ちょっと今からそれを紹介しようかなみんなそっちのが気になるでしょ、気にはできる子本当ありがとう。建築センスはね残念ながら諦めた方がいい、そこは雪音は多分なんかを作るより小装備強化したりなんか敵倒したりなんかこう探検したりする方が好きだから、あの建築センスはねちょっと諦めてもろてあー行くほどガチって言ってくさいやなんかさ、だってやるならちゃんとやりたくてさ、ちょっと調べて頑張ってたんよ一人で、つむぎ先輩にちょっと聞いたりしてさ。うん、あそう村人ね、みんな村人の安否が気になってるんでしょ、どうせ村人の安否が気になってるんでしょねえ、寝ときの安否って感じで好き、うん、あやばい足かゆい足かゆい足かゆい、やばい今両手下がってるから足の指でかくしかない足、あ全然かけんよし戻ってきた。水虫じゃねえよ、しか足って、しかも足の裏じゃねえわ、足の裏じゃねえ、足洗ってるよ、ふくらはぎがかゆいの、水虫じゃないってば、だから風呂入ったよ、舐めてみやし、風呂入ったよ、めっちゃフローラルな香りするからマジで本当にこの世のものとは思えないぐらいフローラルな香りがするね。これは足の骨、よし、じゃあ村人を見せますか皆さんに舐めたら死んだわ、生きとるやないかい死んでないやろが、あれ家どこだっけ。じゃね、ゆきねの悪いところね、まずその1、方向がわからない、方向ガチで音痴、こっちか、覚えられないいつまで経っても、あこっち臭い、え今日は雪乃の相性舐めてもいいのか、おかわりもあるぞ馬だっけ、なんだっけ、え今日はたくさん食べていいのか死ぬやんその後雪乃の足舐めて死ぬやんみんなゲロ吐いてしまうやん死ぬやつじゃねえかそう梅梅だ、そう梅梅だ、そうそう馬馬じゃねえ、梅梅だ毒ガス訓練もう始まってんだよな足の時点でちょっとここで寝ようあ初見の方いましたらよければチャンネル登録お願いします、ここで宣伝で、あそうで、まあねみんな今から気になってると思うんで村人を見せますか、ちょ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 、怖い怖い怖い、よいしょ、よし、で村はこっちなんすよ、えこの流れで宣伝するとか特殊、あおあ、いやなんか特殊性癖の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないからと思って、なんかいい機会かなと思ってちょっと宣伝してみたんだけど、どうすかどうすか、村はこっちなんよ、このために馬を連れてきたんすよ、遥か彼方から馬1匹2匹しか見つからんくて、そのうちの早い方を持って帰ってきたんよ、頑張って、まあさっきねここちょっと道整備したからあれなんけど、さっきマジで方向わからんくて全然知らん村着いたわさっき、でその村雪音一回も入ったことなかったんだけど、村人一人もいなくて家壊されてたから、多分あれコテージの誰かが多分壊したか殺したかしたっぽい村があった
ゆきねは行ったことなかったから本当に初めて、もしかしてゆきね殺したって思ったの、その村。もうもしかしてもうここ自分が気づかぬうちに破壊活動したんかって思ったんだけど、よくよく考えたらゆきね行ったことなかったから、あ違うわって思って、こっちだ、間違えた、つむぎ先輩かな、つむぎ先輩かな、あれかな、あのゴーレムトラップとかのやつかな、こっちだよな、あれ、あこっちだこっちだ、当てる当てる、よいしょ、あやべえ待って迷子になったかこれ、ホテイジには武闘派しかおらんか、あたたたたた、これこれ、ここユギネがこう誰も手つけてなかったから、こうこいつらちょっと馬、よいしょ、ここ見つけたんよ、この村、自分の家の裏にね。んでこの修繕っていうのとかシルクタッチっていうのをエンチャントボンって言って、村人をこうなんか職業に就かせてなんか取引すると、この修繕とかシルクタッチとかエンチャントできるなんか本がもらえるよねっていうのを調べたんで、まず村を探してこう村人をねちょっと転職させようと思いまして、まあ村を見つけたわけっすよね。まあ見てもらえばわかるんですけど、まあね、なぜかねこう家がねたくさんあるのによ、結構大きいっしょね、結構あるのに家がなぜか村人が一人もいないわけね、ねほら一人もいないわけよ家、こっちにもねすごいでかい家があるんだけどね、いないわけよ。でなんでいないんだろうなって思うじゃん、村人、村なのにさ一人もさいないっておかしいで、そんなさおかしな話がさあるわけないじゃんね。だからどっかにいるわけよ村人、あどこにいるんだろうなっつってね、どこにいるんだろうなっつってね、あれなんかこんなとこに怪しいドアがあるなっつってあなんか声が聞こえるなあ、なんかあもしかしてここにいるのかなみたいなね思うわけですよ。なんかいきなりガラス張りの家があるなみたいないきなりガラスの家あるのなんかおかしいなみたいな思うじゃねこういうわけですよマジで草なんだよなこれ自分で作っといて自分で見てもマジで笑ける、本当にひどいって聞いて、聞いて、これは多分全部の村人この村で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 かな。でなんでボートに乗ってんのって言うと、ボートに乗るとこいつら動かなくなるから脱走したりしなくなるんだよね。だからここをこうなんていうの、こう作って改善してる時になんか脱走したりしたわけ、めっちゃこいつらね、頭悪いからさめっちゃ脱走しようとすんのこいつら。だから船乗せとけ、船乗せて置いとけと思って船乗せて置いて、めんどくさいからそのままにしてあるコンポハイ、いらっしゃい。でこのゴーレムはなんか知らんのだけど、なんか知らないんだけどここに戻ってきちゃって、絶対にこんな端っこの奥とかに行っててもなんか絶対ここに帰ってきちゃうの。だからもういやと思って入れたそう、これがゆきねが作ったあのまあ地下労働施設よ。で、まあ、入りますとね、まあ、こんな感じでみんな仲良く暮らしてるわけね、仲良さそうでしょ、みんな楽しそうに暮らしてるでしょ、みんな顔見てみ、ほら輝いてる人に、あ楽しいなっつって船乗んの、家の中で水もないなんか船乗んの楽しいなっつって、ほらねみんなね、こんな汚い家でさ、この壁とかもさ、こんなさ雨降ったら終わりのさ家でさ暮らしてるわけよ目が死んでる、え嘘、コンポ入らっしゃい。でさすがにちょっとまあ雪音も両親がいたんで両親がいたんだから、ちょっと今日はちょっとこっから本題なんですけど、今日はこいつらの家をちょっと綺麗にしてやろうかなと思って、まずで、もう上はガラスで掘ってあるからとりあえず
外装、外装をあのまあこの木にね変えるだけなんですけど、まあちょっと変えてあげようかなみたいな、まあしょうがなくね、しょうがなく、まあまあ別に本当は別にしたいわけじゃないんだけど、まあなんかちょっと人がないと、なんかちょっとゆきねちゃんってなんかちょっとやばい子かなみたいな、なんか怖い子かなみたいな、なんかサイコパスかなみたいな思われちゃうかなと思ったから、まあしょうがなくね、ちょっと今から家をねちょっと綺麗にしようかなと思いますここ見て、激しい襲撃の後よ、これわかるでしょ。何回もサーモンスター湧いてさ、湧き潰したりなくて爆発したわけよ、ここでいくつものあのなんだっけ、あいつがなんだっけ、なんて言うんだっけ、あいつ爆発するやつだから とりあえずここ埋めてこうかな。ちょうるさいな、はぁ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 、マジで。よしよし、とりあえずここ埋めてからスタートしようかな。ほい、なんでハハハハ言ってんのこの人たち、興奮してんのかな、常にうるさいんだけど。よいしょよいしょ、え、怒ってるもしかして、ゆきねにはぁって言ってるもしかしていやマジでうるさい、本当に黙れほんまうるさいちょマジ耳狂う、本当にうるさいって。あ、いやうるさいな、ここで作業するのやだな、なんかやばいほんとうるさい。あ、うさぎ、チーカーのうさぎ、みんなもしかして、よいしょ。でここね、なんか夜になるとさ、めっちゃエンダーマン来んのここに。ゆきねがやべえことしてるっていう噂がこうなんかモンスター界でなんていうの、こうなんか広まってるのかもしれない。よいしょ、まあ、とりあえずここ埋めないとめちゃだるいから、いちいち下伸びちゃって、とりあえず埋め、あ、土なくなっちゃった、どうしよう、どっかから取ってこよう。え、なに、え、なに、自覚あるんだって、何に対して、何に対して、ちょっとベッド一個ちょうだい、どうせ寝ないし君たち。よしえ、村人の声と見た目が許せなくてクリエイティブモードで焼きまくってた記憶。いや、雪のよりやばいやついますよ、皆さん、やばいやついますよ、皆さんここに逮捕してください、やばい人います、もっとやばいやついます。でもあのやばいやばいやばいけど、あの、まあ、実際のこと言うと、あの雪のもそれやった実際のこと言うと、あの雪のもそれやりました、全然やばくないです、それが正常だと思いましたね、やりましたそれいや、あの、あ、聞いて聞いて、あの村人は焼いてないけど、配信でこの前言ったよね、多分マイクラの配信で、うるさいこれ、ごめんうるさい、ごめんごめんごめん、うるさいかな。でも村人は焼いたんじゃなくてまさかの動物村人は焼いたんじゃなくて、あのあれよ、家にマグマ流したらどうなるのかなと思ってマグマ流しただけで、村人を殺したわけではない。ケンシロウだから今誰にも止められない、もう早すぎてマジで残像でしかない。よし、あ、拾えないわ、何やってんだ、よいしょ、帰ろ。あ、いいんだよこんなとこ汚くて、誰も来ないからここ。あのマグマ流したらどうなんのかなと思って、マグマ流したって話しなかったっけこの前、したよね多分、したよね多分ね、したら燃えたんすよ家が、なんとね、まさかさ、まあ雪音もさそうなると思ってないから、まあしょうがないよね、うん、どうなんのかなっていう好奇心、まあ燃えた。あのまさか放火にあるとは思わなくてさ、普通になんて言うんだろう、ちょっとベッド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 、あ、ちょ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 、まあいいや、はい。え、みんなそう言いますよ、どういうこと、いやだからその水も流したんだけど、なんか別に水は何にもなんなくてさ、ちょっともうちょっとは、あー違うのよ、違うのよ、
よいしょ。よいしょ。まさか燃えると思ってなかったよね。普通にそのなんて言うんだろう、その場にマグマが流れるだけかなって思ったら、まあ燃えて死んだよね、家の中の人も、うん、サイコパス？サイコパスじゃないし、でもみんな一回ぐらいそういうことやるし。だってゆきねさ、あのさ、動物の森さ、やったことあるんだけどさ、動物の森初めてやった時さ、あのなんか可愛いリスの子が欲しくて、ネットで見て可愛かったから可愛いリスの子が欲しかったんだけど来なかったんよ、ずっと。で来なくてさ、もうどうしたら来るんだろうって思ってさ、なんかもうさ、可愛い子が欲しいのにさ、すごいさ、なんかブサイクな住民が来るわけ、村にね。ブサイクな住民が来んのよ。だからそれが嫌でさ、いきなりさ、ちょっとどうにかしてこいつらどかせねえかなって思ってさ、動物の森 でさ調べてさ、まあさ、なんか嫌がらせをすればいいみたいなこと書いてあってさ、あのなんか落とし穴に落としたりとかね。その時ゆきね、あの何歳だろうな、何歳だったかな、小学生とかかな、違う嫌がらせすればいいみたいなこと書いてあったから、あのなんか落とし穴落としたりとか して引っ越させてたもんね、ゆきね。その時から若干サイコパスの気質あったのかもしれない、もしかしたら。うん、泣いちゃう、なんで怖くないよ、だって別にゲームだよ、大丈夫だってね。やっぱかわいそうでみんなそういうことできないとか、そういう系でもゲームだよ。よいしょ。まあ、ゆきねもね、あのニワトリさんにはできない、かわいいから。え、してたでしょ、ほらしてたって、みんなほら大丈夫だよ、ゆきねだけじゃない、これほろ。よいしょ、よし、とりあえずここ埋めたんで湧き潰したり、まあいいか、もうこんなんでいいか、ね、エンダーマン湧くんだよな、この辺めっちゃ足りないのかな、湧き潰し、これまあいっか、死なないから。一回なんか家の中ワープしてきたけどね。ちなみに見て、これ、これ雪音じゃないからね、これやったのこれやったの雪音じゃないんよ、ちなみに誰も来てなかったって言ったけど、これは壊されてたね、この家。だからこれは雪音じゃない、本当に。あ、リスちゃんはね、お迎えできたよ、できたできた、よいしょ。あれは雪根じゃないんだよ、多分あそこに家があったんだろうね、壊されてるね、家が、なんか知らないけど。よし、じゃあ、よし、ではでは早速内装から綺麗にしていきますかね。とりあえずこれはもう全員就職してるから消して、よし、多分いや、配損ではないんじゃないの？なんで、お布団。あ、違う。とりあえず、え、ちょっと怖い、君、マジで。攻撃したくないんや、君だけは。とりあえず、えつむこはていでしょ。とりあえず、石にして、石？石じゃない、木にします。さすがになんかあのこのまま放置しとくと、なんか雪音があのなんかなんていうの、人権、日本人権団体みたいなとこからなんか村人の地下に閉じ込めてる方がなんかいらっしゃるという通報を受けたのですかみたいなことになりかねないから、ちょっとそれだけはちょっと避けたいので、とりあえずなんか少しでも人間らしくさせてあげようと思うので、とりあえずちょっと、あ、掘りすぎた、まあ、いいか、ここも木にしてやろう、これを、よし、ちゃう、とりあえずこれをね、木にします。せめて人間らしくあ、おしゃれ、いいじゃない、おしゃれじゃない、なんで隙間置いてんだ、あ、いいんだ、おー、いいじゃん、あ、こんな感じでとりあえず埋めて、まあなんか、まあなんかそれっぽい家みたいなやつをまあ作ってあげれば、まあなんかこいつも満足かなみたいなね。ん、猫の声する、え、あ、猫いる、今までいなかったのに、ここ猫逃げんだよな、猫いる、欲しい、え、
連れて帰りたい。あれ？あれ失敗した。まあいいや、後で。猫、魚？魚持ってないや。ね、ちょっとマジうるさい本当にこいつら、マジでマジ黙らせたい本当、マジでうるさい。どうやって黙らせんの？あ、魚もっとこう、あ、生魚じゃないとダメなの？あ、そうなんだ。焼いてるやつはダメ？よいしょ。よいしょ。あ、違う違う違う。お前か。マグマ、いや、え、でもじゃあ殺すのはダメなんよ。殺したらさ、生き根がさ、困っちゃうわけ。あ、壊して大丈夫？あ、まあ大丈夫か。あ、あーあーあー、ダメだった。あー、よいしょ。あれ、よし。あ、そう、ベルね、なかったよこの村ベル。あ、チェストある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 。あるけど、ちょっと待って。よいしょ。ちょっとね、聞いて。聞いてね。シャベルね。あ、あったわ、銀の。これさ、作ったんけどさ、あの、あれ？あ、はい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 。作ったんけどさ、一気にさ、5個とか掘れるからさ、あのさ、掘りたくないとこまで掘れちゃってさ、嫌でさ、使ってない。わかる？あの、掘りたくないとこ掘れちゃうんよね。掘れるよね。だよね。それがすごい嫌でさ。よいしょ。あ、マジでうるせえ、ほんとに。これ、それが嫌で使ってない、このシャベル。でしょ？だよね、やっぱみんなそうなるんだ。よいしょと。よかった、いきなりだけじゃないんだ。なんか使ってない、全然。もうさっきみたいになんかもう、あたたたたたたたってするときしか使ってないんだよね。こういうとこ使ったらってやばいっしょ、絶対。あ。あ。だよね。そうだよね。あ、でも慣れると便利。え、なんかあれ、あれですか、なんか、制御みたいなある。リコイル制御的な。制御みたいなのがある。巻き潰したりん。わかんないな。邪魔なんやけど、マジで、ほんとに。もうどいて。まあ、いいや、あとやで、ここ。繊細さがいる？え、細かいことできるよ。ゆきね、マジ得意だもん。みんな知らないし、ゆきねがさ、料理できない。ゆきねが料理できないから、みんなさ、もしかしてゆきね、そういうこと苦手だと思われてるかもしんないけど、ゆきね、マジ、裁縫超うまいから、マジで。字も超うまいし、裁縫めっちゃうまい、ゆきね。マジで。小学生の時、あの家庭科のなんか裁縫コンテストみたいなやつ出して、マジであの優勝したから、マジで。よいしょ。まあ嘘なんだけど全部。まあそんな賞なんか一回も取ったことないし、まあ、そもそもそんなこと応募したこともないんだけど、まあそうだったらいいなっていう話、うん、そういうことがあってもいいよねっていう話。みんなが変なこと言わせるからさ、ちょっとさ、どこやってるか分かんなくなっちゃったじゃん。ここかな。あ、違うな、これ。小学生の話の時点でマウントを取るのもどうかと、嘘でした。すいません。ちょっと待って、ここ違くない？これ、これ違うよな。これ1個中1個奥だ、これ。違う。これ1個行き過ぎだ、これ。ここだ。よいしょ。よいしょ。え、違うよな。あ、違うわ。こうだ。あ、こうだね。え、もう何も信じられん。ごめん。ごめんって。どうしたらいい？ゆきねはどうしたらいい？みんなに。どうしたらさ、みんな許してくれる？ゆきねのこと。どうしたら許してくれる？いや、もう村人はもう一生こっから動かんよ。もうゆきねがもうあの洗脳したから、こいつら。よいしょ。これさ、数字キーでさ、スロット変えれるのさ、知ったんだけどさ、なんか癖でさ、やんないよね。でさ、こうちょっとのさ、やつならシャベル使わなくてもいいべみたいなさ、
気持ちがさ生まれちゃってさ。よいしょ。え、あ、そう、直筆アップ忘れとったわ。あ、直筆アップ、直筆、でも雪で字うまいのはガチ、本当に、うん、よく言われる、字うまいねって。字はなんかね、綺麗ないよね、 なんか知らんけど字は綺麗ないよね、めっちゃ。別にそんななんか達筆とかじゃないけど、あの普通に読みやすい字って言われる、よく。右利きだよ、右利き。ママが左だね、リアル雪音ママが左利き、雪音は右。よいしょ。あう、いや嘘じゃないって、本当に。なんて書いてアップしたらいい、みんな、みんななんて書いてほしいの、雪音に。え、違うんだけど色が、聞いてない。よいしょ、なんて書いたらいい。じゃ、変なことはダメだよ、エッチなことはダメだよ。おやすみー。よいしょ。え、これ脇た、あー、ボタン、そうだった、ボタン忘れてた。ポチッ。え、謝罪文、なんで、ゆきね、なんかしたっけ、謝罪するようなこと。なんか謝罪しないといけないようなことしたっけ、ゆきね、みんなに。そんなことしたっけ。よいしょ。え、やってないよ、やってない、やってない、まだまだやってない、まだ殺さん、こいつらは。今殺したらだってね、ちょっと雪音のさ努力をさ、いい加減使うか。よいしょ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 、ちょっとさ、やばい、ちょっといい加減さ整理しろって感じだよね、カバン。ごめんね、でもさ止まんねんだよ手が。整備しに行く、整備じゃない、整理しに行かないといけないっていうのは分かってるんだけど、手が止まんねんだよ。うん、よいしょ。その作業もとめ、あ、可愛くてごめんなさい、オッケー、セリか、採用。でもいきなりね、苦手なひらがなとかあるよ。みんなもさ字書くときさ、この字苦手だみたいなあるっしょ、漢字とか。ない、この字書きづらいなみたいな。よいしょ、あるよね。あ、無ね、無はマジでむずい。てかどういう考えで無にな、無があの字になったんだろう、誰が考えたん。え、あが苦手、珍しいですねそれ。あが苦手って珍しくない、なんか丸いから、丸い部分があるからってこと。え、ちょっとさ、ほんとうるさくてさ、マジでさ、ほんとさ、なんかや、なんかおかしくなりそう。ああってさ、一生言われてるこっちの身にもなってほしい、本当にマジで。静かに待てねんか、もう家作ってやっとるやろが、もううるさいやろやな、本当に。あ、これ整理しないと。よいしょ。やか、やばな、別にだな。あ、言うね、言うはむずい。ちゃんとね、ゴミ捨て場も作ってきた、えらいっしょ。シュシュ、よし。あれ、これこっち側のボタンか、あれ、え、ボタン捨てた今、あれあれあれ、今ボタンなかったっけ、この辺に。え、もしかして、あれ、あ、捨てた、あれ捨てちゃった、捨てたんか、なんか捨てたみたい。うん、気づいたら。よいしょ、まあいいか、これで。でも待って、でもさ、行きのボタンがここでさ、帰りのボタンがここってなんか変じゃない？まあ、いいか別に、これで。こっちの方がいいかな？やばい、変なとこにこだわったら一生終わらんからやめる。あ、壁削ってたから、あ、落ちてたよね、でもどっかに落ちてたなって思いながら行ったんだけど、なんかなくなっちゃった、どっか行っちゃった、いや
別になんか見た目を強化しただけで特に操作性は何も変わってないのが雪音っぽくていいでしょうどうですか。ボタンの素材が木と石で開閉、え、間違え、どういうこと、間違うってどういうこと。あー、あのね、雪音ね、基本的にはまあ大雑把なんだけどね、細かい変なとこめっちゃ細かいんよ。なんでそんなとここだわんのみたいなとこめっちゃこだわるの、ほんとに。今ちょっと鼻噛んでいいですか。鼻水噛んでいい、いいよ。次にお茶も飲んでしまおう。汚くないよ人間ん。え、ボタン持ってるかな。あ、向こう側か、向こう側のボタンか。え、ちょっとどいてねえ、邪魔しないで、やだ、君とは仲良くしたいんだ。助かる、ありがとう。つの先輩今来たの、もしかしてね、ねえ、もしかして今来た。ちょっと待って、いや邪魔だなこいつら。つの先輩今来た、もしかしてねえ、つの先輩、つの先輩、先輩、明日お話ししようね、コラボのね。起きててよつの先輩、起こすから明日。つの先輩寝てんのつって、早く起きて話すよつって、起こすからね、つの先輩明日。どいてー、どけどけ、邪魔だ。お前はこっちだ、こっち来い、おい、お家来て早く。ボタン捨てたあたりかな、やっぱ捨ててたんだボタン。ねえちょっと、ねえ、そっちじゃないってば。まあいいよそこでも、ちょ乗って頼む。うん、オッケー、いい子だ。ボタン捨ててたんだやっぱり。つの先輩起きてる、今何時、今何してるの、今どこにいるの、大丈夫。下もさ、せっかくだしさ、かわいそうだからさ、ちょっとさしちゃおっか、気に、かわいそうだしさすがに。やばいやばい、怖い怖い怖い、君とは戦いたくない絶対に。ちょっとシャレオツに違う色なんかにしたりして、ゆかは出たら角の分も頑張って、ちょっと一人でやらせんの、雪音にコラボ、コラボとは。え、いや、でもここの色とかぶっちゃう、まあいいか。あーやばい、あーちょっとねえ、これさ床変えるの不可能じゃない、これちょっとこれあ、え、ねえ、お花あげてる、んお花受け取んないの、え、無視すんのお前、お花あげてんのに。うわ、かわいそう、マジで最低だなお前、ほんとに。どっか行けよ、無職やし、マジで最低だなお前、どっか行けよマジで、ほんとにほんま広いわ君さ。何回さ置いてもさ食さつかなかったくせにさ、ほんとにさマジで、なのに花ももらわないとか、マジどういうこと、ほんとにほんとかわいそうだよな。お花あげてんのに無視すんのやばない、さすがに。何してんの君、ほんとかわいそうなんですけど。どいてよ、ついてくんな、ねえ邪魔しないで。君の家を作ってあげてるんよ、そう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 、いいね。え、だって村人うるさいんだもん、だって近寄んな、うるさいのもだって、はあ、はあははあ、さあ、なんか万年発情期ですかって感じよね。某アニメでもよく言ってるでしょ、万年発情期ですかこの野郎つってね。はい、はあはあじゃない、あ、すいませんすいませんすいません、村人の悪口言ったから。これさ、脇つぶし足りない、もしや。ここら辺いる、ちょっと一人でいいか、ちょっと待って、ちょっとさ一回さ、みんなさ移動して、こっちに。
そういう銀玉よ、銀玉。こっちに船あります。こちらです。ただいま船移動しております。どいて。船こっちこっちこっち、今こっちこっち。あー、ナイスナイス、よいしょ。その先輩職ベッドが落ちている。よいしょ。いやだってゴーレム君めっちゃ強いんじゃないの。だってえ、そう、村人なかったらやばいよね。だってこの状態で、え、ちょっと待って、マイクラプロのさ、皆さんに聞きたいんですけど、このゴーレムをいなくならせる方法ってないんですかね。ない、やばい、間違えた、やばい、整理しろって感じやな、マジで。ちょっとでもやっぱやめらんれんっすわ。あ、寝た、寝んのも早いね。マグマ？え、リードで繋げられる？え、でもさ、違う、リードないよね。え、マグマ垂らしたらでもやばいよね、ここで。ちょっと一回寝るか。寝てる人いるし、なんか。ちょっと一回返しよう。寝ろ、全員寝ろ。はい、はい。で、燃えるよね、だよね。倒す？だって強いんしょ、だって。こいつめっちゃ。めっちゃ強いんじゃないの？整理したい、いい加減。ちょっと整理する。待って。分かってる。みんなの言いたいことは。分かってる。寝な。ああ、寝な。ああ、起きろ。よし。ダイヤ装備ならなんとかなる。でも、マジで強いって聞いたよ。なんで綺麗になってんの？あ、船。皆さん、こちらです。本日の船、こちらでございます。はい。どうぞどうぞ、はい、遠慮なくどうぞ。いや気持ち悪いんだもん。あ、バレバレバレ、よいしょ。辛辣？ゆきね、村人にひどい？人間じゃない？ろくでなしってこと？もしかして。だって気持ち悪いんだもん、だって声が。なんでハーハーなの？なんで発情してんの、いつも。しかもさ、なんで無職なん、ずっと。この無職の。なーん！おぉ！頼む！どいてくれー！あー！でさ、無理よ、やっぱこの空間にさ、11人ボスバセンの11人だかなんか、なんだか100人。だからなんか知らないけどさ、こんな空間にこんなすませんのか、無理なんよ、そもそも。おかしいやろ。どいてろくでなしってこと。え、だってもさ、こうでもしないとさ、こいつは逃げちゃうじゃん。だってよいしょ。あ、今リズムに乗ってるきね。もう誰にも止められねえわ、このリ。まあ若干掘りすぎな気もするけど、よいしょ。何？どうしたの、みんな。なんかあった？どうした？これだよね。止まった？止まるんじゃねえぞ。ああ、もうちょいだー。こんな汚い家ある？こんなさ、いっぱい物落ちてる家。まあでも、ゆきねは細かい女だから、まあ、こっからさらにもっとこう改良を重ねて綺麗にするんよ。よし、完成ではないな、まだ。ちょっと待って、やばい、開けるから。おいで、おい。はい、乗って。早く！よし。よし。んで、でね。
全部木に変えるとでしょ。え、待って、なんで牢獄とか言うの。あれ、ボタンあった。牢獄じゃない、牢獄じゃないです。でね、ペットがね、青となんか緑だけだとね、なんかちょっとかわいそうかなって思って、やっぱさ、おしゃれなベッドでさ寝たいじゃんね。だから白と赤のベッドにしてあげようかなみたいなね、感じなわけ。なんかベッド作んべ、とりあえず。何人いるんだろうな、何人いたっけ。まあ、一人作ろう。赤と白なんか可愛くない、交互にしたら。とりあえず6人分急になんだ、何、なんかあった。あ、じゃあ白くタッチしちゃう。レイアウトをどうしようかな。いきねちゃんここだよ。どうしようかな。あ、紅白でめでたい。あ、でも確かによくない。だってさ、言ったらさ、だってさ、ここのさ、この家でさ、え、ペペ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 、子供できたんだっつってね、おめでとうっつってね、いっぱい置いてってあげるねっつって、たやまちね、明るい方がいいでしょって、ほら、うん、ここ開けないみたい、いっぱい光があった方が安心するからね。めんどくせえわ、もういいわ。どうしよっかな、どうこっかな。とりあえずちょっと待って、やっぱゴミをもうちょっと丁寧にするわ。やっぱちょっと待って、ちょっと待って、ボタンはめてくるね。ちょっとこのボタン多分取れてるから。え、な、うわ、出せってまだ何もやってないんですけど。あれ、で、え、いい感じじゃない、めっちゃ見て。なんかここ変だな、これいらないな。え、だってさ、最初見てたでしょ。でよし、ほら、え、やっぱ人間が住んでる家みたいになったじゃん、めっちゃよくない。え、サウナ、これサウナなの？え、これサウナなの？これ。なんていうことしてくれたんです。いや、逆でしょ。ここいらないね。なんかこれ変だね。なんかこのもっこり部分若干変だ。いや、違うわ。いるわ。ん？二段にすればいいか、別に。こうやって。よいしょ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 。お、めっちゃいいじゃん、ほらー。なんで笑うの、みんな閉じ込めてる感忘れたかな。でもさ、やっぱさ、このさ、屋根がさ、ガラスなのがいいんじゃないの、これ開放感オンに。ここ気になる、開放感に溢れてない。だってこれ、え、ここ2マスでしょ、ここ2マスなのにこっち1マスなの、めっちゃ気になる。ここ足とかおかしいもんな、だってバランス悪いし。なんでこう、なんで置いといて、で、まあ、このろうそくは後で綺麗にします。2マス1マスめっちゃいいじゃないっすか。どうすか、ちょっと、あ、窓つけるか、窓持ってきたよ。これさ、窓つけてもさ、これさ、外見えないんじゃないの、これ、こいつたちねえ、これ窓つけてもさ、外見えないんじゃないの、これ。ちょっとつけてみるね。見えるのかな。ちょっと待って、見えないんだけど。つけとく。いや、まあでもないよりマシかな。つけとこっかね、うん、つけとこ。なんかステップあった方がいいかもしれない。ほら、あ、若干、あ、いいじゃない。
ねえ、まあ窓なんか2つあればねいいでしょうね。たくなんでみんなそんな厳しいの。いきねが頑張って作ったさ、このさ施設をさ褒めてよ。みんなもさ、みんなもこんなとこあったらって活用したいでしょ。だって安いさ修繕のさ、みんな見せてないよね。見せるわ、ほら安いでしょ。8だよ修繕こいつ。あと今適当にいる、適当に何人かいて、シルクタッチ14いるし、今更だよねこの紹介ね。ドロップ増加高いんだよね。でもこいつ、こいつはただのエメラルド要員欲しいでしょ。みんなもこの施設あったらね、有用でしょ。悔い改めよ。マジ悔い改めよって感じよね。ゆきねからしたらみんなもあったら使うでしょって実際。こっちちょっと捨てる、よいしょよいしょ。あらよっと、でもボタンもいらない。しまっとくか、とりあえずベッド置くか。ちょっと一回しまって邪魔なの。よいしょ、ベッド置きま、ちょっと作って。何人だっけ、多分10人ぐらいいるんだよね多分だけど。よいしょ、うん。いやね、なんかね子供生まれちゃったんよ。あのゆきね子供の産み方さわからんくてさ、あの最初ね子供村人の繁殖わかんなくてさ、あのなんか人参とかパンとかをね、こう最初ここ穴開いてたんよね上、あの入る時に穴開けて普段敵が入んないようにしてたんだけど、ここ上からなんかパンとか投げてたんよ適当にいらないから。そしたらなんか食べて子供生まれて調べたら子供を産むってことがちょっとわかんない、変わりましたよ。何マさんだろう。まあいっか、そんな細かいこと気にしられ。ほっほっほっ、あーかわいい。やな、やっぱさ、やっぱ女子はさ、やっぱ女子は赤だよね、わかる。な、何人だっけ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人かな。 10だよね。ちょっと待って、4,6,8,9,11か、10,11,1,2。ちょっとお前のベッドねえからってやらせようぜ。ちょっと、あ、ダメ、やっぱやめる、やっぱやめる、ダメ、めんどくさい、やっぱやめる。あ、ごめんなさい、許して、ごめんなさい、許して。置いた、ちょっとごめんって、船乗ってもう一回ごめん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あと一個。あー、どいてー、危なーい危なーい。出ない。なんでベッド消えんの？ん？あ、訳あり物件？訳あり物件ってこと？乗って。え、消えるんだ。外の世界にで、え、戻ってきた？ん？戻ってきた。あ、船？船？よいしょ。心霊現象かな今の。あれ、戻ってきてる。どこあったんだ。10 11 12 34 5 6 7 8 9 10 11。オッケー、
心理的貸し物件ですね。じゃあここでなんかやっぱり、え、もしかしてさ、ゆきねさ、今さ歌詞読めないと思われてたでしょ、もしかしてね。もしかしてさ、みんなさ、ゆきねさ、どうせ歌詞読めねえだろとか思ったっしょ今ね。ねえねえ、実際歌詞が読めるわけねえって思ったでしょ、ゆきねのことね。読めるんだよな。それがなんでかっていうと、この前の配信でも言いましたけど、大島テル見るのが趣味だからですよ。わかりましたね。え、舐めてもらっちゃ困るんすよ。どこに置こっかな、これ。ごめんって、いいよ、怒ってないよ、怒ってないよ、怒ってないよ。でも大島テル見てるんだよ、ゆきね。怒ってないってば。ねえ、怒ってないって、ほんとに。ねえ、大島テル見てんの、一人で。言わせないで。大島テル見てんの、一人で、ゆきねは。夜な夜な。ね、一人で見てんだよ。夜中、布団の中で。なんか漫画読みながら、大島テル見て。あの、秘境駅。あ、ごめん、ごめん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 。秘境駅見てさ。え、でもいきなり最初読めなかったんだよ。いやないよ。いきなり最初読めなくてさ、調べたよ、もちろん。ちょっと心理的貸し物件ってなんだよみたいな、何語やねみたいな。ちょっと待って。ここで一回置くの。危なーい、危なーい、危なーい。ねーねー、ちょっと綺麗になんないで。よいしょ。読めないよね、読めないよね。調べた、読めなくて。ね、ちょっと待って、なんでなんでそんな寄ってくんの。向き逆になっちゃったじゃん。基本的にこれプレイヤーに寄ってくんのかな、これ。よいしょ。あ、いいじゃん、いいね。かわいい声が聞こえた、ほんと。んーで、あとなんか置くものあるか。これ一回綺麗にこれ置いたら完成かな。よいしょ。いやマジでほんと邪魔。うわー、ごめんなさーい、ごめんなさーい。やば、家の中入れなくなったんやけど、いけね。どうしよう、やべ。え、これどうなる、もう大丈夫？あ、えっ！どうしよう、もう殺すしかねえんだけど。どうしよう、え、どうしよう。ちょっと待って、船乗ってる全員。あ、乗ってない。え、家の中入れなくなった、どうしよう。これやるしかねえけどさ、どうしよう。で、待って、雪乃のさ、これでさ、これでさ、炎ついてさ、周りのさ、人死んだりしない？大丈夫？外まで誘導するか、一回。来てるかも。出れないんだよね、こいつ多分だけど。窓越しアタックしてくるかな。え、有識者おる、はいはい、有識者、有識者の方。あ、殺すと取引に影響、マジか、どうしよう。待ってたら治る、じゃあ待ちます、待ちます。じゃあその間何してようかな、外側きれいにしようかな。よいしょ、よいしょ。どれぐらい待ってたらいいんだろう、もう忘れたかな。ちょっと入ってみよう。失礼しまーす、失礼しまーす。あ、あ、もう忘れてるわ、頭悪いわこいつ、アホだ。あ、すいません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 。ただここ雪音のベッドも置かないといけないよな、多分。
11個じゃ足りないから、よいしょ、もう1個ベッド作ってきて怒られやです。何色だったっけ一番端、白じゃ赤だな。赤のベッド作ってんで綺麗にしたら完成。よし、入るん、そこ入るん。んで、ちょっと待って、乗って、お乗りなさい、お乗りなさい。よし、殴らないようにやんないと。あ、見ないで、そんな怖いから本当に君は。よいしょ、ねえ、ちょっと待って。よいしょ、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 よいしょ。怖いなあ。フェンスで、なんかじゃあどっかさ、端っことかにさ、フェンス、こうさ、端っことかにさ、こいつがここに行ったらさ、ここにさ、フェンス立ててさ、幽閉すればいいってこと？そしたらなんかいい感じになるかな。あ、それありだな、そうしよっかな。だって、マジで邪魔なんよな、ほんとこいつ。なんか酔っ払ってもここに帰ってくるって、わー！危ない、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 怖い、怖い、いや、穴掘って埋める。え、待って、ちょ、フェンス作る、フェンス作って、でもさ、ブロックで埋めてもいいっしょ。え、ブロックで埋めてもいいよね、言ったら。あれ、わしの、あ、穴掘ってた。そう、待って、わし捨てちゃったんだ、あれ普通のスコップ消えたんだ、これ。どうしようかな。ここに埋めたい、できるなら。え、危ないアタックは、移動させたいときに、こうやって、危ない危ない危ないってやって、こうやって移動させてる。ちなみにこれ一人でもやってるから、いきなり喋りながら。危ないって言いながら。普通にやべえやつなんだよな。フェンスにしよっかな、どうしよう。フェンスっぽいのない？ある？銀でさ、できたさ。あ、これか、これでやるか。あるわ、鉄。これやるわ。これやるね。よいしょ。何個いる？1スタックあったらいい？何、みんなその冷ややかな目を見る目は。じゃあどうしようかな。こいつをできるなら端っこにしたい。さ、村人ねんの早すぎやん。危ない、危ないよ、危ない。あー、頼む、頼む。あ、猫、ね、ちょっとどうやって端っこに行かせたらいい、この人ね。危ない、危ない、危ない、危ない。ひどすぎん？え、さすがにひどすぎん？ゆきね、心痛むんだけど、普通にこんなことすんの。え、でもさ、ゆきねじゃない、なんかリスナーのみんながさ、やれって言うからさ、ゆきねのせいじゃないよな、これ。でもやっぱなんか心痛むな。あー、かわいそうだな、誰こんなことしろって言ったの。
かわいそうじゃない？うん、まあまあでも生きてりゃそういうこともあるでしょね。辛いこともある、生きてれば。よいしょ。あーほら、なんかすごいかわいそうだから、ちょっと明かり入れられないか。ごめんね、本当はこんなことしたくないんやけどさ、みんながさした方がいいって言うからさ殺さないだけマストマイ。そうだよな、ほら、あ、やってみろ、かかってこいよ。あ、おいしいご飯。さあ3マス1、2、3。適当に置いてます。足りないかな、大丈夫だよね。なんで足りるかな、これ。下足りない、下の脇つぶし足りない、これ。いらない、下の脇つぶし。下の脇つぶしっていります、これ。いらないよね、いらないよね。あ、あ、確かに。なんだっけあいつ、三角。やばい、ディエミリーズ最近全然やってないか、忘れちゃった。なんだっけ、三角のあれだね、スキルチェック失敗するやつね。置いた方がいい？ちょっと置いとく。じゃあベッドの横とかに置いとこうか。じゃあ、あ、あー、じゃあもうどいて、危ない。よし、それかこういう感じにしようかな。結構シャレオツじゃないこれ。あー、でもなんか変なのちゃった。まあいっか、よいしょ。結構シャレオツな感じになってきたのでは。ほら、センスあるな、輝いてるわセンスが。おー、いいじゃない、コンパ。はい、いらっしゃい。今あの労働所を作ってます。え、どうですか、もういいんじゃないのこれで。なんか置いた方がいいものあるかな。え、もういいよねこれで。これ以上だって何を求めろというの、私に。まあボートもあるし、まああのね、勝手にそこ入るとこじゃないだろう。よし、完成。あとは外堀、中はもうこれでいい。ちょっと上から見てみようぜ。わあ、なんて素晴らしい家なんだ。あとは外だな、作りすぎたな。でもキリないからなこれまあ外はこれでいいか。ちなみにこれ、え、何、え、ゴーレムこれで完成だよ。ごめんね、許してね。本当はしたくないんだけどね、こういうこと。え、何、センス、頭が熱そう。労働所、トイレ欲しい、人権求める。え、何、これ以上何をしろというの、私にこれを何をしろというの。え、あ、雪音の家なの、雪音もここに住むの、もしかして。なんということなの。あ、わかった、ランタン置くね。じゃあ違う、ランタン置くわ。じゃあシャレオツになるっしょ多分。どこに、え、どこに、どこく、ランタンって壁にかけれんの。え、あら、いいじゃない。この列いびつだが、それがいい。ちょっと上から見てみよう。ランタン浮いとるが、まあこれでいっか。いいねー、完成。何、いいっしょ。え、
さ、みんなちょっと後でさ、アーカイブ見返して、最初の家とちょっと見比べてくんない？後でちょっと終わった後、さすがに感動すると思うんだ、みんな。あと周りのこれか、これか、これがちょっと雑だから、これをちょっと、これ上いらないよね、上にあるやつ多分。よいしょ、ありがとう。これね、ケージもこう、なんで？どうして？私頑張りましたのよ、私とても頑張りましたのよ。適当に置いて、角に置いて、1時間半でしょでしょ。あ、帰りきすぎて、よいしょよいしょよいしょ、1234 1234 1234。やっぱ切ってだけで結構変わるよね。これ足りない？全然足りるよね。いいよね、これで。1234 1234 1234 1234。これで一緒、完成。どう？だいぶ良い感じでは？まあでも船には乗っててもらおうかな。うろちょされてたら邪魔だからな。ありがとう、パチパチ、ありがとう。だいぶいいだろこれ。これはこれはどうしよう、中入れとく、さすがに。ありがとう。いや、牢獄感すごかったよね、ほんと。これ中閉まっとく。いやでもこれは外じゃない、中行かないよね。いやまあでも、つかないつかない。あ、やっちまったぜやっちまったぜやっちまった。いらない、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 いらない。パパパパパ、まあいっか、チェスト、拾えてない、あ、拾えてる拾えてる拾えてる。よいしょ、中に置く。ここに一応なんか次来た時用のもちょっとぐらい置いとこうかな。置いといて、感謝おめでとうございます、ありがとうございます。力を通して使わせ、おかしいな、家なんだよな、家なんだけどな、なんでかな。んおかしいな。じゃあさ、ここさ、しかもさ、エンダーマン来るんだよね、たまに。それが嫌なんだよな。ちょっと黄金騎士ガロもこの中入れとこう。棒も、まあ、2スタックぐらい入れといて、まあ、窓もね、もしかしたら今後増やす可能性もあるから、まあ、とりあえずこれでいっか。なんで、ここでいいか、置いて、かまどもぐるぐる回すやつって何？ぐるぐる回すやつって何？何のこと？え、だってさ、あの金色のさ、鎧着たらさ、ガロみたいじゃない？ゆきね、一人であれ着てさ、これ黄金騎士やんって思ってたよ、ゆきねは。黄金騎士ガロはね、あの一回だけね、話あんま知らんけど、ニコニコ、ニコニコじゃないや、ニコニコで知って、深夜に一回だけ見たことある。うん、よいしょ。うん、どっちここでいっかな、これでいっか。ちょっとだけ入れといて、まあ多分ここも来るから、完成、イエーイ。あ、夜だ。
早く寝て帰ろう帰ろう帰ろう。ちょっと人参持ってきたい。人参持ってきてエメラルドだけ交換したい。でこの中に人参入れとこうかな。おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。遅くまでくしゃみしたら気持ちいいよ。みんなもしな。これ危ないな。これ危ない。持って中に、あ、これ燃える？これ地面に植えたらやめよう。ここにしとこう。これでいいや。助かる。ありがとう。よいしょ。よし。よし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 。やることこれを家作る終わった。本当はね今日ね釣りもしたかったんだけど、釣りすると結構かかっちゃうよね。罠じゃない。罠じゃない。あ、待って。馬どこ、あれ馬どこに置いたっけ。駅ね。あ、いたいたいた。ごめんね。お待たせ。あ、バケツ置いてこよ。あ、助かる。スパチャット最後に読みます。ありがとうございます。バケツ置いといて、うん、食料もちっといとこっか。うん、まあこれだけ置いとけばいいかな。いいね。よし、はい。ちょっと一回戻って、人参を、人参畑にねめちゃめちゃ人参植えたの。多分みんなびっくりするぐらい人参植えたから、それあれ、それを持って帰ってこよう。サラダバー。え、ツノパイはね多分ここまで来ないよ。多分多分来ない。ウイパイはね来て、あーなんでーって言いながら落ちて死ぬ多分ウイパイは。ウイパイはそういう、そういう子だから。ちゃんとね道もなんとなく覚えたいよ。こっちだったような気がしなくもないよね。違うね。あ、どっちも行けるか。こっち行くか。よいしょ。うん。ウイパイ落としても大丈夫って昨日、もうマグマに落ちても守れるってリプライしたら、落とすなーって言われたマグマに。よいしょ。こっちだ。間違えた。ハロー、ファニー、面白キャット、フォックス、ドッグ、ワイフ、お姉ちゃん。ハロー。なんかね、見るたびにね、すごい長くなってるんよ、面白ガールが。来たわね。教えてあげて。教えてあげるか、もう、しょうがない。次は、ゆきねがウイパイにマイクラを教えてあげる。あれ、やばい。見てなかった。あれ、どこ行った道。あ、こっちかな。ゆきねがマイクラ教えてあげる講座するか。講座するしかない。あれ、やばい。ちょっと待って。喋ってたらやばい。わけわからんとこ来てるかも。あ、大丈夫だ。先輩超えた？超えてる？ゆきね、どう？超えた？よいしょ。トラ入ってないの。確かに言われてみたらトラ入ってなくない？あ、だいぶ超えてる？ほんと？家作れるようになったから、ね、ここにね人参をね、ちょっとキキちゃんのとこで待っとって。ここにね、めっちゃ人参植えたんだ。ほら、自由な畑。収穫しよっか。これダイヤ用なんだけど。ダイヤじゃないや、なんだっけ。エメラルドか。そしたら人参畑ね、あった。コテージ村に。こんな使わないだろうみたいなね。あと先考えずにね、植えてしまうとね、こういうことになるわけですよ。え、なんかさ、いっぱいあった方がいいかなって思いまして。あ、いっぱいあった方がいいかなって思いましてさ、埋めちゃったんですよ、こんなにいっぱいね。ほっ、これテクニック必要だから、これ今の上の、ほっ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 、あ、
これで何年分の人参あるかな。水流す？こっから？そしたらなんかいい感じになる？よいしょ。あ、怖い怖い怖い。これでエメラルド交換しに行く。こんだけあれば一緒。もうちょっとやっとこうか。あー気持ちいい、これ超気持ちいい。キキちゃんの家の前なんだよなこれ。しかもよいしょ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 。でもエメラルド大事だから人参いっぱいいるよね。こんないらないか。でもなんか半々ぐらいにした方がいいかな。一気に取れんの？流してみていい？流してみてよい？そう、エメラルドいっぱいあっていいよね。ここに流せばいい？あ、こっちダメか。あ、消える？え、そこん月でないんだよね。今ないのよ。え、ちょっと流してみていい？流して大丈夫？いや、今ね、ウェットバッグのとこでやりそうだった。はい。おー、すげー。なんか上盛り上がってなかった今めっちゃ。おー、すげー、ありがとうございます。教えていただいて。んで、こうすればいいのね。なんかさ、上にさ、盛り上がってなかった今。お、どういうこと？なんでこんな盛り上がるの？なんか、は、謎の判定があるのか？持てるかな？ありがとう。人参の上で流すとそうなる。へぇー！なるほど。あ、ほんとだ。やばい。今日はこの辺にしといてやるか、人参は。この辺で勘弁しといてやるか。あ、流れちゃった。また置いたとこ。お腹空いてる？食べちゃう。よいしょ、よいしょ。お、この上でジャンプしちゃダメってことだけは分かったよ。人参の一つにさ、あ、なるほど。だから盛りってしてんのか。よいしょ。最近ね、この前の配信でさ、なんかさ、具合悪くてさ、みんなに心配かけちゃったからさ、みんなにさ、いっぱいご飯食べろよって言われてさ、ちょっとガツンと食うかと思ってさ、昨日さ、あのドミノピザ頼んだんよね。ドミノピザクーポンあったから頼んで、で、いきなりさ、多分前も言ったんだけど、ピザ頼むとさ、3日ぐらいピザになっちゃうの、ご飯がね。3日ぐらいピザになっちゃうわけでさ、昨日もピザ食べてさ、今日もピザ食べたんよ、残り。それだけがちょっとネックだよね、ピザって。宅配ピザってさ、みんなもそう思わん？ならん？え、やっぱそうだよね。私もそう、そうだよね。量食べれないっていうか、なんかね、ドミノピザとかってさ、大量にさ買うとさ、めっちゃ値引きされるやつあるじゃないですか。なんか L サイズ買うと M サイズ1枚無料みたいな、ああいうのをね、や、買っちゃうんですよ。一人なのにね、一人暮らしなのによ、買っちゃうわけよ。クーポン引かれてさ、食えないわけ。そうなるとさ、3日間ピザないよね。うん、超硬いのピザ、マジで。雪のうちさ、ラップないの今だから、めちゃめちゃ硬いの。よし、冷凍にした方がいいの？冷凍にしたら固まんないの？さあ、行きますわよ。どちらだっけ？こちらだ。今ラップない、今なんもない。でもお皿はあるよ、秋音の家。やっぱもうそろそろ季節的にやばいよね。ちょっとやめよう。え、常温で置いてた。
でもずっと冷房効いてるとこに常温で置いてたけどやばいかな。皿あるとかすごいね。ニキネの生活レベルの低さやばいよねマジでね。あ、オーブンあるよ。オーブン機能あるレンジだから100均で買いましょう。ラップラップ代ありがとうございます。わかりました、ラップを買います。200円のいいラップか、サラありがとうございます。ちょっと待って、やばい、どっち行ってんだ、こっちかなあれ、ちょっと待って、やばい、ラップに釣られた。ありがとうございます、わかりました、ラップ買います。すいません、やばい、ちょっと待って、どこ行ってんのか分かんなくなっちゃった。よいしょ、ちょっと寝る。よいしょ。アルミホイル、アルミホイルは何に使うんだ。あれ、ちょっと待って、こっちだ、こっち、こっちだ、こっちじゃない、待って、一回戻る、わけわかんなくなっちゃった、こっちだ。やばい、まあ、生活操作を、すいません、ありがとうございます。バッチャ全部最後に読みます。もう最後に読んで、もうラップを、なんかもうラップを何個買うか決めるわ。もういくらあってもラップとかね、多分こんなんいくらあってもいくらあってもいいですからねって多分言われるよ多分。あ、こっちだっけ、あれこっちだよな、合ってるよな。クッキングペーパー代、え、じゃあクッキングペーパーも買わないといけないってこと。え、キッチンペーパー代、キッチンペーパーも買わないといけない、わかりました、全部わかりました、心配しないでください。ゆきねが責任持って全部買います。ツイッターでちゃんと報告するわ、買ったら写真あげるね。あの、コテオジに見せて、写真いいよって言われたら写真あげるわ、ちゃんと買った分のラップ。何があるのか、え、ジュース買ってきてって何、ゆきねが買ってくるの。ありがとうございます、わかりました、買ってきます。ジップロック、ちょっと待って、落ちる。ねえ、見てたら落ちる。落ちる、ありがとうございます。オッケー、ジップロック、ちょっと待って、配信終わったらマジメモるわ全部これ。俺もラップでありがとうございます。1200円のラップってあるかな。え、ちょっと待って、どこいんのこれ、こっちだ。ありがとうございます、危なかった。ありがとう、みんな優しい。いきなり、むしろみんな何がある、何があるか知りたい、聞いて、じゃあ何これならあるみたいな、気になるでしょ、聞いて。よいしょ、トイレットペーパーありがとう。トイレットペーパーね、新しく1個買って、今昨日1個開けた、昨日1個開けたね。ゴミ袋だ。ありがとう。で、ゴミ袋さ、なんかさ、この前さ、ありがとうございます。全部最後に読むね。ゴミ袋さ、この前さ、夜中さ、買いに行ったらさ、売り切れててさ、マジで。一個持ってなかったよね。ティッシュ代？ありがとう！ティッシュマジ便利。マジ便利っていうか、よく切れる。鼻水いっぱい噛むから、駅ね。え、キムワイプ代って何？キムワイプ代って何？ありがとうございます。最後に全部読むね。くしゃみのティッシュでありがとう、ありがとう、やばい、ちょっとみんな、お釣りでお菓子買ってありがとう。ちょっとみんな、そんな無理しないで、そんな落ち着いて。落ち着いて、みんな、あ、品切れしちゃった。あれ、あ、いた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 、鼻セレブ代、え、買っていいの、鼻セレブ買っていいのか。ありがとうございます。え、わかった。ゆきね、日用品買ったら、ツイッターにあげるわ。洗剤代、ありがとうございます。え、キムワイプって何？キムワイプって何？え、家ある？床ある？ひどくない？じゃあ、ゆきね、どっから配信してんのよ。ふわふわしてる髪？え、リッチな髪ってこと？お高い髪ってこと？よいしょ。よいしょ。あ、切れた。ちょうどいいね、ちょうど人参なくなったし、48個になったぞ、エメラルド、イエーイ。はぁ、あ、じゃねえんだよ。ブルーレ、あ、ブルーレット欲しかった。え、トイレのやつだよね、ありがとうございます。
それマジで欲しかったんだ今。オタク御用達のティッシュ、どういうこと？やば、腰痛くなってきた。やばやば、猫背すぎて腰痛くなってきた。激落ちくん激落ちくんって何に使うの？掃除？ありがとう。キノコの山ダッシュ歌やばい、雪瀬の家に物が増えていく。ありがとう。全部読むね最後に。よし帰ろっか。あ待って、やばい。あ大丈夫だった、そうだ。よし邪魔だな、ちょっと。なんで紙製のティッシュペーパーに塗って。へぇー、なるほどね。やっぱ用途全部指定されたいの新しいよね。そんな方いるだって VTuber で。ちょっと話変わっていい？これさ、家全部破壊したらどうなんの？これ村なんか起きたりするの？なんか家全部こう全部の家破壊したらどうなるの？別に何にもなんない、何も起きない。あそうなんだ、なんだ。じゃあ壊しても大丈夫だったんだ。なんだ、悪評がつく、心に穴が開く。道徳的な問題ってこと？赤い章どうせ。いやなんかさ、なんか木ある、もったいない、壊したろみたいなさ。こっちか、よし一回帰ろう。一回帰って、でとりあえず今日はね、村を物紹介、自分が作ってきた装備紹介と村人の家を作ったらノルマ達成だったんだけど、馬のさ、これ欲しいの、なんだっけ、なんて言うんだっけこれ。ちょっとお茶飲む。あそう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 、蔵が欲しくて。でも蔵、これなんだっけな、これなんで手に入れたんだっけな、一人でなんかやってた時見つけて手に入れたんだよね。で蔵って多分釣りがいいんだよね、一番効率っていうか現実的に一番早く手に入れるんだったら釣りがいいよね。地図からやばい、ちょっと待ってまたどっか行っちゃう。でも釣りがいいんだよね多分現実的には。宝箱とかさ、あんまさ今行く時間ないかなって思ったからさ、釣りがいいかなって思ったんだけど、釣りでやるならやっぱ宝箱とかなんだよね。エンチャント やんないとダメって書いてあったから、エンチャントだけやろうかなってちょっと思った。みんなが元気ならエンチャントやろうかなって。だって雪音はさ、最初にも言ったけどさ、今日はさ元気モリモリブリブリなわけ。雪音今ちょっと喉乾いてなって感じ、ぬるいお茶飲んでるから。うん、釣り竿あるかな、持ってたかな。川細工で交易できる、職業ってこと？職業ってこと？あれやべ、こっちだよね。あれ、あ、さっきこれ雪音が落ちかけたとこじゃない？これみんなからトイレットペーパー、なんだっけ、トイレットペーパーじゃない、ラップ台って言われて。あれ、え、どこだっけ、おっち、こっちか。ブリブリダンスかありがとうございます。あ、出たわね、草召喚す、そうだった、忘れてた、忘れてた、人参ちょうどいいとか言っといたけど、あるじゃん。
れます。ぬるいけど。ちょっと待ってね。はい、しょ。じゃあちょっと釣竿使おうかな。何茶ですか？ね、ファミマで買ったねパックのね、緑茶。飲み物ないよな、コンビニ行かないとな。でもさ、外出たくないよな。釣竿って糸だっけ？糸、トラップタワーにあるかな。これ朝？まあいいか、トラップタワーで寝ればいいか。あるよね、多分糸、トラップタワーに。めっちゃもらっていいよね、多分。よいしょ。てか釣り竿自体あるかな。どうだろう。まださ、あんまりさ、なんかさ、実はさ、何がどこにあるのかをさ、把握してなくてさなんかさ、雪音さ、飲み物はさ、冬でもさ、冷たいのを飲みたいからさ、ホットの飲み物とかあんま好きじゃないよね。よいしょ。ちょ、どこだ。ここか。寝よ。あ、スーパーチャットありがとうございます。最後に読ませていただきます。うん、どーん。え、ないよ。しょう、あれ氷作るよ。で、リアルの話だよね。リアルの話だよね。いきねの家の話だよね。ないよ。あった。あ、ちょっと待って、腰痛い。あ、腰痛い。え、何本だったっけ。あ、でもいっぱいあった方がいいの。うん、喉鳴っちゃった今、ごめんなさい。よいしょ。あ、松明持って水エレベーター怖い。雪に一回やったよ、直したちょっと待って、レベル全然足りない。あー、ラピス持ってくんの忘れた。あとで返すか。いや、持ってこよう。少ない。雪菜のやつここに置こう。パカッ。こんな白いのあったっけ。なんかよいしょ。松明怖いね。しまうわ。麦ちゃんの水差しと表紙ありがとうございます。ここだ。あ、よいしょ。お茶飲みたいな、冷たいの。でもコンビニに行くのだるいんだよな。この前さ、ミトちゃんとさ、キキちゃんとさ、3人でさ、夜中喋ってた時さ、いきね、その時さ、あのコンタクトしてて、まだね、えコンタクトってさ、取ったらさ、洗浄液でさ洗うじゃん。洗浄液なくなってさ、コンビニ行かないとダメかなとか2人に言っててさ水道水じゃダメだよねとか言って、ダメでしょとか言われてさあ、じゃあちょっとコンビニ行って買ってくるわつってさ、夜中のさ3時とかさ4時ぐらいにさ、コンビニ行ったの。ファミマてか、まあ歩いて1分ぐらいなんだけど、コンビニ隣なんだけど、コンビニ行ったら、あのコンビニの前に3人ほど兄ちゃんが溜まってて、あー怖いな怖いなって思って、夜中のコンビニ怖いなって思ってさ、それよりさ、それも怖かったんだけど、それより怖いことがあって、うん、やだよね。まあでもいるよね、たまにコンビニね。ちょっと待って、腰痛い本当に。よいしょ。やだなやだなって思ったんですよ。そう思ったんですよ、思ったんですけど、それより怖いことがあって、あのコンビニから帰るときに、まあでも兄ちゃんたちは、ゆきねがコンビニ出るときに車に3人乗って帰ってたんだよね、ちょうどブーンって。よかったって、出るときないよかったって思って、あのまあコンビニの袋持って、ふと向かい側の歩道を見たらあの本当に腰曲がってる背の低いおじいちゃんが
3時だよ、3時ね、夜中は3時に一人で歩いてて、警察に通報した方がいいのかすごい迷ったの。いや徘徊かなって思って、本当に多分80とか90とかぐらいのおじいちゃんが一人で歩いてて、いやでもね、格好がね、あのランニングしてる人の格好だったんよ。半袖みたいな、なんか、なんていうの、白い半袖みたいのと、なんか曲がってるな、これ。なんか半袖みたいなのと、あの半ズボンに靴下になんかちゃんと走る靴履いて、でウエストポーチをつけてたから、ただ運動してる人かなって思って。28マイルのレベル、マジ？やりますか。よいしょ。雑談しながらこれやりますか。いやでもさ、そう、お年寄りの朝はすごい早いから、やっぱそうよね、4時ぐらいからウォーキングしてるとあるよね。そうだから、まあそれかなって思ったんだけど、最初ね幽霊かと思ったの、マジですっげえ怖くて、マジ幽霊かと思ったの最初。すごい失礼なんだけどマジでドキッとした。ランニングじじいだいってどういうこと？ありがとうございます。でもどういうことなの？ランニングじじいだいって何？何代なのそれは？どういうこと？マジで怖すぎんだけど。リスナーだった。あげるか。あげるしかないね、これ。あ、怖かったよ、本当に。あの時はね、さすがに雪の幽霊怖くないけど、あの時は本当にびっくりした。ガチって思って。よいしょ。ね、今のがホラーだったかもしれないね。よいしょ。あ、ちょっと。なんか腰痛いなって。リスナーの平均年齢的にありえる、ありえるね。だってみんな80歳ぐらいでしょ。みんなそろそろ誕生日来るからさ。90、95歳とかになる人もいるんじゃないの？どう？いない？私95歳だよって人いない？この中に。いるじゃん。そうじゃよ。全然レベル上がってなかったなぁ。あ、バレた？あ、100歳超えてた人いた。100歳超えてた人いた。78とか、まあ、確かに195とかの中だったら、まあ、70代は若いな。もう自分の年もわからんよ。よいしょよいしょよいしょ。まだ86じゃってやばいよね。よいしょ。やることリスト消しとこ、ちゃんと今日はやったよって。よいしょよいしょ。ほっ、サロンパス祭ありがとうございます。いや、それはね、欲しい。腰に貼るね。それ貼るね、もう610円そのまま貼るね、腰にピタッつって。お金貼っとくわ、もう腰に。よいしょ。28まで遠いな。ちょっと待って、なんだっけな、エンチャント、何がつけばいいんだっけ。宝と、入れ食いと宝釣りだっけ、耐久じゃなくて。で、入れ食いが出るので、とりあえず一回やった方がいいんかな。お金貼るんか。貼る、そのまま貼る。なんだったっけ。あ、脱いだ方がいい、オッケー、ありがとうございます。裸でやるじゃん。これじゃなくていいか、普通の武器あるかな。あ、たたた。
座れるんだ。へえ。入れ替えと、そうだよね。じゃあ一回やった方がいい、これこれ。あ、でも宝釣りだ。え、2でもいいの？これはいい。とりあえず28までやっていい？これ。裸でって反応しとるの、みんな。エッチやなぁ。エッチやなぁ。よいしょ。つむぎんも自分の作った施設で後輩が全裸じゃん。今、つむぎ先輩が作って、つむぎ先輩見てたらどうしよう。恥ずかしいからやだな。怖くちゃんつって。裸で暴れてたって、まっつむぎ先輩興奮するかな。ゴミ捨てよ。よいしょ。あんま、あ、これいらないか。よいしょ。もう一個これで。一緒に裸になってくれそう。確かに。コハクちゃんが脱ぐなら私も脱ごうかなっつって。タオルで。ありがとうございます。タオル裸だからか。タオ服じゃなくてタオル巻けってこと？それはちょっとなんかエッチじゃない？逆に興奮すると血糖値上がるぞ、ジジイと。ジジイども。面白い。そうよ、お風呂入るとき気をつけてね。あの、なんだっけ、ヒートショックみたいな。ヒートショックだっけ、なんかいきなりの体温の上昇に耐えられないみたいなやつ。二人が裸って、あ、やばい、そう、ヒートショックで、ヒートショックだよね、合ってるよね。大丈夫。あれ割れちゃった、壊れちゃった、どうしよう、捨てで、あ、ほらほら、素手でいっか。あれ、あ、作れるじゃん、作れるじゃん。これ作っといてあげよう、いっぱいみんな使うから。ちょ、腕かゆい、ポリポリ。マジ冬寒いからね、お風呂出るとき。マジで、よいしょよいしょよいしょ。なんか蚊いる気がすんよね。まだいないかな、さすがに。雪ね、蚊に刺されやすいんだよな。なんかさ、こう寝るとこあったっけ。あ、てかベッドある。あ、今いっか、別に中だし誰もいないし。よいしょ。うん、そう、なんかそろそろ出てる気がする。この前さ、刺されたっぽくてさ。あ、いるんだやっぱり。あ、いるんだ。よいしょ。あ、刺された？蚊にはモテたくないな、でも。かゆ。やっぱこれ蚊かもしれん。これ、かゆい。めっちゃ。やっぱ刺された？かゆい。これ絶対蚊だ、これ。なんだ、こいつ。4匹？うざいよね、蚊マジで。寝るときとか。うーんって言ってくかね。ダニじゃない。ダニじゃないよ、蚊だよ。ダニってもっとなんかちっちゃくて痛がゆいんじゃないの。よいしょ。蚊取り線香置こうかな。なんかさ、虫よけ、虫全般に効くやつ置きたいよね、どうせだったら。うん、よいしょ。もうちょっと、ほい。まあね、もうあのそろそろあの G 事件から1週間経つけど、あれから G 見てない。完全勝利したね、もう。みんなが、あの、みんながちゃんと応援してくれたから。ジジイじゃない。G 意識過剰なんだよな、みんな G だけにさ。ね、ノーマット代？カトリ線香みたいなやつってことですか？ありがとうございます。ノーマットってカトリ線香？ちょっと、
耳が悪いんだよな。え、何、なんで消えた G、 コンビニ帰りに見かけた GG。 雪音もしかしてやった、え、もしかして雪音やった G。 もうちょっと、もうちょっと28、みんな待ってて。あー、かゆい、絶対蚊だわこれ、許せん。雪音の神聖、神聖なる血を吸い寄って、よいしょ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あと2体ぐらい、次の、次の自殺志願者の人来い、イエーイ。ちよし、これに汚いな、かな、これでいい、ほら、え、なんだっけ、入れ食いつかないとダメなんよね確か。じゃあダメじゃないこれ、入れ食い、これいらないよな、もう、まあいいか、とりあえず次のやつ見て。耐久いらないよね耐久力いらないよねこれ。うん、入れ食いか宝釣りがつくまでこれ回していいかな。え、水虫じゃないよ、どういうこと、え、何、耐久いらないよね、耐久いる、とりあえずレベル28にしよう。あ、でも先にやった方がいいのか、ちょっと待って、ゴミ捨てるちょっと待って、一回荷物預けるわ、ここ借りよう、ちょっと無駄なもの持ってきすぎた。いらんよな、耐久変えるね、もう知らないからね、もう変えちゃうから、あー、まあこれでいっか。え、23くらいまでやった方がいいのかな、どうなんだろう、沼だからな、ちょっともうちょっとやって沼あったらやめます、エンちゃんと時間かかりすぎる多分これ、みんなが寝落ちてしまう。てれん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 、とりあえずこれは取っとく、よいしょ、んで、あ、これ、これいらないか、オッケー、2と2、オッケー、よいしょ。そう、この合体についてはね、よくわからないよね、まだそこをちょっとあんまり理解してないんだよね、その合体合成、合成って言ったらいいのかな、まだあまり理解してなくて、よいしょ、ぴょんぴょんぴょん、もうちょっと寝落ちしてなんぼ、そうだよね、ちょっと睡眠導入マイクラやろっかな、今から、かなどこなんて呼んでたんだっけ、雪音それ、この前かなどこ金床って呼んでたんだっけ、ちょっとさ、寝落ち、ちょっとそろそろみんな眠くなってきたと思うから、寝落ち ASMR マイクらしよっかな。ASMR のマイク持ってないけど、ちょっとみんなが静かに寝れるように静かに語ろっかな、今から。あ、そう、金床、金床。静かに。静かにして。目を閉じて。目を閉じて。聞いて。感じて。YouTube の広告やめろ、 ASMR 聞いてるときにいきなり YouTube の広告で楽天カードマンっていうのやめろ、マジで本当に許せん道聞ください ASMR ね、 ASMR ね、やろうかなって思ってるよ、
うん、まだちょっとやらないと思うけど、あのお手打ちにマイクお願いしたらいいよって言ってたからね、多分ねそのうちやると思うよ ASMR。 うん、ただそんやったことないから本当にちょっともうちょっと勉強してからじゃないとダメだと思うけど、 ASMR 多分やると思うよ。最初は多分雑談とかになると思うけど、多分そのうちやると思うよ。そのうちね、そのうちよ。ちなみに別に ASMR って言ってるけど、別に耳かきとかささやきとか言ってないからね。ちなみにね、耳かきとかオイルマッサージとかオノマトペとかとは言ってないからね、別にね。どんな ASMR かわかんないから、そこはちょっとゆきねのセンスに任せてほしい。まあうがいかなみたいな、まあ、うがいの ASMR とか鼻水の ASMR やってる人いないし、まあゆきねがここ、ゆきねがここはあの先陣を切って新たな ASMR の幅を広げていくのもありかなみたいな感じで思ってる今んとこ。どう？ダメ？うるさいかな？いない？なえた？なえた？ダメ？え、死なんこいつ。死んだ。え、汚い？え、でもさ、そういう人がいてもいいっしょ？片揚げポテト ASMR OK？ OK。OK、わかった。片揚げポテト食うわ。ASMR で。あ、これでいいんじゃないの？え、これだ、これじゃダメ？もう。これやんないとダメ？え、これでいい？このままでいい？これ何が変わってんの？これ。あ、あの、こっちの方がいいか。これちなみにどうなるんだっけ。あ、はい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 、よし、これにしよう。蔵の竿、これでいっか。うん、逆にした。イエーイ、できた。ふぅー、ブリブリ助かる。どういうことなの。何、ゆきねがASMR マイクでブリブリ言い続けるのに何か需要が終わり？もしかしてみんなオノマトペでブリブリ言ってほしいみたいな感じ？もしかしてそんな強者いる？そんな変わった特殊性癖の方いらっしゃいます？よいしょ、入れといてあげよう。剣ないから。そうだそうだ、こうやってやんだ。鼻水よりはあるの？プリ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 って言うの？それじゃさ、ってさ、そんなさブリブリ言ってたらさ、クレヨンしんちゃんからさ案件来ちゃうよ。そんなこと言ってたら案件来ちゃうって。さすがにゴミ捨てて、ゴミよいしょ。最後にこれ倒して帰ろう。よし、帰ろう。よいしょ。あれどこ？ここ。もうそろそろ寝ないとドラゴン湧くかな。んでよ。ちょっと荷物整理するね。みんなまだ眠くない？大丈夫？いけね、なんか結構もう2時間半ぐらいやってるんじゃないかな、こんな時間に。大丈夫なのか、みんな寝なくて。そして休み、みんな眠い？もう無理しないで寝て大丈夫ですよ。大丈夫？眠い方は全然寝てもらって、いけねがうるさい、いけねが静かにしたらいいかな。寝てる？もう寝てる？休みの人よかった。明日仕事？え、起きてて大丈夫なのそれ？大丈夫なの？この配信のために注意が逆転した。強い。強すぎる、それは。ちょっとここ整理しないとね。まだしてないんだよね。あー、ゴミ持ってる。よいしょ。開けとく？ウイパイがもしかしたら、かわいそうだからやめよう。
仕事よ、いや仕事さ、寝ないときつくないの、みんな大丈夫なの、寝た方がいいんでないの、さすがに。よいしょ、ちょっと綺麗にしようっと。で、ここがね、まだちょっと、いまいち運用が決まってないゾーン。よいしょ、よいしょ。ああ、まあいいか、これで。最近、よいしょ、よいしょ。寝ながら仕事する。やっぱ、仕事してる、どういうこと？今仕事中ってこと？え、ここで釣りしていいの？ダメ？え、ごめん。あの、ゆきね、釣り初なんです、実は。どこでしたら良いでしょうか？こっちいいか。ここでいいか。広い方がいい？ここら辺でいい？広いの定義がいまいちわかんないな。太陽の下、広い。で？ここで待ってたらいいの？水あればどこでもできる？基本的に。何が出るかな？何が出るかな？あれ？これ何？え？右クリック！あ、やばい、やらかした。はい。すいません。ドボンってなったら右クリック。オッケーオッケーオッケー。オッケー！今、真剣。おいしゃい！ん？あんだよ。くせえ。あ、でもこれ猫にあげたらいい？なんかちなみに釣り竿は 2% とかなんか見たいんだけど、そんなに釣れないの？おいしゃい！あれ？猫にあげようかな。猫持ってきていい？恥ずかしい話略して。え、なに？恥ずかしい話略してなんだろう。なんだ？おめでとうって言うのもなくしてない。これ来るっしょ、そろそろ。え、これさ、時間がさ、めっちゃさ、かかってさ、ドボンってなったやつはさ、めっちゃいいのが釣れるとかないの？関係ない？あ、魚しか釣れん。あ、ごきげんようね。なるほどね。何が出るかなって言ってたからか、ゆきねが。何が出るかなって言ってたからか。そういえばそうだね、それ。おいーやーい。ダメだ、これ場所悪いわ。なんかやっぱ雪音は、まあ、雪音みたいな人になると一発で釣れるらしいから、ちょっとここら辺で釣るべきだね。うん。いや、ごきげんようってことをね、忘れてた。関係ない、関係ないのか。まあそろそろ来るっしょ。言うて 2% よ。だってみんなだってソシャゲのガチャとか 2% 引くでしょ。うん、まあまだ10連してないし、こんなもんでしょ。チノパイはジェットコースターの上から延長した弓とかも釣れんの？現実の釣りやったことないよ。やったことないないない。え、じゃあチノパイがやってたとこでやる？チノパイがやってたとこでやる？天井やだ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 。あ、それ分かった。じゃあチノパイがやってたとこでやるわ。見てろ。んで、え、チノパイそこから落下して全ロスした。嘘、やだやだ。え、やです。じゃあ、え、じゃあやだ、じゃあやだ。え、やだ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 、やめるやめる、やめます。ここでいいです。こちらでよろしいです。こちらで。ちなみにこれは狭いに入るんですかね。水どうです？浮きを中心に554。おお、なるほど。え、じゃあこれは誰？これ氷割ったらいいとかある？氷割ったらいいとかある？
タッチでほっとこう。あ、やばいやばいやばい、やらかした。ここ、これは？これ狭い、まだ狭いか、これじゃあ。どう？どう？縦が狭い？マジ？熱帯魚。え、じゃあここ全部割ったらいい？いい音するな、めっちゃ。おら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 、あ、すいませんすいません。どう？よいしょ。どう？声広いんじゃん。これ足りない？あやな、もう寝ないと。乙女はさ、早寝なの。お肌に悪いから、お肌に、良いのでは OK です。ありがとうございます。よし、2時30分なので、あ、すいません。みんなも早く寝たいよね、ごめんなさい。2時半、はい、すいません。今次釣るから、次釣るから見て。よし、まあまあ、お茶でも飲みなさいよ。ね？こういう時は。あ、来た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 。いや、魚しか釣れんけど、ちなみに何がレアなん？クラ以外は。あ、そっか、カフェイン取っちゃった。そうじゃん。何が一番レア？ちなみに。うん、深夜のまったり配信好き、落ち着きますよね。あ、エンチャント本か、なるほど。あ、エンチャントされてる装備が出るんだ。へえ、いいの出るの？お、え、いらない。いや、そんなメンヘラみたいな、そんなメンヘラみたいな、お、エンチャン、いや、あれ凍っちゃった。みんな生き根に束縛されたいってことかな。ね、この装備さ、ちょっとさ、あのさ、ウイパイさ、ウイパイのさ、家の前にさ、あのさ、ダイヤのさ、なんかさ、ウイパイがさ、ウイパイさ、今さ、最近さ、なんかさ、結構前くらいやってる、今日もいたの、今日もいたの、なんかさ、ウイパイのさ、家の前にさ、ダイヤで作ったさ、これさ、なんか装備さ、置いといてさ、いや、ダイヤじゃない方がいいか、何がいいかな、なんかさ、なんかさ、装備つけてさ、ウイパイのさ、家の前置いとけばさ、ウイパイこれさ、つけんじゃない、これどう。あ、え、なんかダメージ受けてる人いる、大丈夫か。黄金装備につける、これ、ウイパイをさ、黄金騎士ガロにする作戦どう。いや、怒られるかな、ウイパイに。つむぎちゃん、うい、つむぎちゃん、うい、家の前にあったあの装備来たら、あの、なんか脱げなくなっちゃったんだけど、これどうやったら脱げるのかなって、真面目につむぎ先輩に DM とかしたらどうしよう。春の妖精じゃなくてさ、金の妖精にせん、ウイパイのこと。金の妖精、ひなのういですっつって。怒られるかな。釣れねー。
お魚しか釣れねえよ。頼むから連れてくれ。みんなが寝れないぞ、連れてくれないと。なんかブクって言ってないよね。寝れない寝れない。魚がめっちゃいるんだよな。なんかこの魚は釣れないの。あ、やばい、凍ってきてる。寒いんだここ。どうしよう。逆に釣れないでほしい。ひどくない？ゆきりちゃん頑張れじゃないの。そこは釣れるといいねじゃないの。違うの。みんな氷でもさ溶けるんでしょ。置いといても。あ、なんか棒読みの人とかいますね。なんですかね、なんでですかね。みんな思ってる、本当に心から釣れますようにって思ってる本当に。おら、何？何これ、いらないんだけど。誰かトイレしたいし、この瓶にね。トイレ行くのめんどくさいから、ゆきねの配信見たいからってさ、トイレしたし、この瓶に。誰かそれ流れてきたんやけど、ゆきねんとこに。やばい、耐久。え、じゃあ昨日さ、ちょっと話また変わるんですけど、ビンダー、つむぎ先輩めっちゃやってなかった昨日。前から昨日さちょっと早寝しないといけなかったからさ、見てられなかったんだけどさ、朝起きてさ、つむぎ先輩のさ、みんなのツイート見てたらさ、すごいやってたねみたいなこと言っててさ、気になってさ、アーカイブ見に行ったらさ、8時間くらいやっててさ、マジって思って。そうだよね、やっぱめっちゃやってたよね。いや、やばいよね、普通に。すごい。途中で寝た？1分でも長く駅伝の配信見て、本当に？ありがとう。でも釣れるように祈ってね。あ、ね、ちょっと今。魚か。あ、なんかアメジスト見つかんなかったんでしょ？結局、アメジストってなんか条件とか分かってんの？どこに生成されるとかそういうの分かってんの？まだ謎？よっしー！じゃない！なーに？危ないから帰りなさい。普通になんか、なんだっけ、滑らかななんとかとかのとこに生成。ちょっと危なーい！あ、ごめん！危ないかなって思ったから水の中に戻してあげようとしたんよ。死んじゃった、ごめん。こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。今ね、馬に乗るための鞍を釣りたくて釣りしてますが、釣れません。全然釣れません。魚ばっかり釣れます。え、もう50回ぐらい釣ってる？これ。だって50回やればいいんじゃないの？ 2% あったら。あちょう！ほらー、釣れない。どうしたらいいの？どうしたら釣れんの？イカスミもらってやってくれ。どうしよっかな。あ、釣れない。あ、物欲センス働いてる？あ、全然欲しくねえ、クラ。あ、全然いらねえ、マジ。クラとか出てもマジで困るな。あ、困るなぁ。あー、クラ欲しくない、全然。マジ、魚めっちゃ欲しいよね、ゆきね。魚大好きだからさ、魚めっちゃ食べたいわ、今。魚欲しい。ジャンプしてみたりして。
釣りしてる最中にジャンプしながら引き上げてみたりして。名札？何？名札釣れたよ。え、何？ゆり組、ゆきね、琥珀って書いとけばいい？あ、いいもの？やっぱジャンプ釣り？来てる？当たり？ペットに名前つけられる？え、そうなの？んー、じゃあ馬とかにつければいいの？え、じゃあ、え、何？ゆり組がダメなの？え、じゃあ何？バラ組でいい？フグか？猫、あ、猫に欲しいな。猫連れてこよっかな。え、でも猫どうやって連れて帰ってくるの？ちゃんとリードとかつなげれば来るん？モンスターにもつけれんの？え、そうなの？何釣れた？あっ！イエーイ！イエーイ！まあね、雪音にかかればこんなもんよね。釣れちゃうわけ。釣れちゃうってわけ。ありがとう。ありがとう。やばい、え、待って、大丈夫？これ雪音がやったんじゃないよね、これ今の。びっくりした。大丈夫？大丈夫？ありがとう！やったー！来たー！やったー！え、待って、でも、待って。3匹いるんだった、馬。忘れてた。おめ、ありがとうございます。でもさ、馬をさ引くさ、紐、あー、馬をさ引く紐はさ、なんだっけ、ラクダみたいなラマみたいなやつ殺さないとダメなんだよね。記念パピコ、パピコありがとう。最後に読みます。ちょっと待って、乙女の夜は早い。ありがとう。スライムボールってやつが持ってないよね。スライム持ってないんだよね。雪ね、スライム一回もあったことないよ。よいしょ。どうしようかな。あ、ちょっと氷氷。あ、ちょっと氷氷。ラマ。ラマ殺しに行く？スライムのやつ持ってないから、多分雪音が手に入れるとしたら多分ラマ殺さないといけないんだよね。よいしょ。まあまあとりあえずはこんな感じでよろしいか。これ焼いとこ。よいしょ。あ、そうなの？フグ焼ける？焼けない。名前やってみるか。名前、こっちでいこうじゃん。あれ、あれ、あ、違う違う、これこれこれ、かなどこ。そこない、後ででいっか。名前決めてないから後でにしよう。後でいい名前募集しようかな。あ、ネーミングセンスある方、ボですっつって。え、食べれんの？フグってこれ食べて大丈夫なの？これやばい？やめた方がいい？食べてみていい？死ぬ？うわ！いやじゃー！何これー！助けてー！死ぬ？まあ死んでもいい別に。あ、あ、まあフグだし生で食べるもんじゃねえから。
通に考えたらわかるよな。でなに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 。あ、でもこれ以上減らないようになってんの。あーやな、なに食べちゃダメじゃん。ちょっとなにいてて食べちゃダメじゃん。やめてみんな、食べろとか言うの危ないの。しりゃ、よし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 。ドリンキングミルク飲むと治んの？よいしょ。ママはいないしな。あの、捨てちゃった。あ、捨てない方が良かった。めっちゃお腹すく。人参でいこう。捨てない方が良かった。どうしよっかな。今何時？じゃあちょっとね、ちょっと待って、ね、めっちゃお腹すくね。よいしょ。じゃあちょっとね、ちょっとラマー探…あれ？あれ？ラマーじゃないんだっけ？紐って、行商人が連れてるのってあれなんだっけ。黄金騎士ガロで行こうかな。どうしよう、こういうとこパンで行こう。を殺せばいいよね。じゃあちょっとラマ殺し、ラマ探して、ちょっと探していなかったら終わろうかな今日は。みんな眠くなっちゃうからね。あのね、行商人ね、実は昨日一昨日あのゆきねの家に湧いてて殺したんですよ。だからも持ってるんだわ、ゆきね。ただあれ、そういえば殺したわ、ゆきね。で、もう多分ポップしないよね。ゆきねの家に湧いてたんよね。ファッファッフォーだっけ、なんだっけ、なんだ、フォッフォーしてじゃないか。うん、湧いてて殺したんよ、欲しくて。だから多分もう置かないよね、多分。だからさ、欲しいんだよ。でも蔵も欲しいけど、蔵よりもとりあえずそれも、それが欲しい。つけときたいんだよね、あの柵がさ、すげえ狭いからさ、柵をさ、でっかくしたいんやけど。え当たり前ね。いや、しょうがないよ、こう生きるか死ぬかの世界だから、マインクラフトは。よいしょ。じゃあ3時ぐらいまで探して、いなかったらまた次にしよっかな。まだやりたいこといっぱいあるからね。とやったんね、一生ね、多分朝になっちゃうね、これ。あれ船、あれ船、あれ船、なんか3個あった気がする。まあ、1個。ちなみにラマはどちらにいる、おる。あ、プレイヤーの近くに湧く。え、じゃあ湧かないってこと。この辺はいないかな。ちょっとじゃあ近くだけ探してみようかな。そうなのか、なるほどね。え、じゃあどうするん。でもスライムもあれでしょ、この辺じゃスライムいないっしょ。だってってなると何が一番現実的なんだ。あ、家にいないとダメってことかな。え、じゃあ家とかで逆に放置してたら湧くってこと？家とかで放置してたら湧くってこと？あー、なるほどね。え、じゃあむしろ言ったら、じゃあこの辺で釣りとかしてても湧くってこと？湧くってこと？この辺とかで。え、20分に1回
一度え、じゃ、え、どういう風に巻くの？いきなりポンって現れるの？いきなり現れるの？じゃちょっと釣りしようかな。コンポハー、コンポハー、いらっしゃい。え、いきなり巻くの？こうやってさ、見てたらさ、いきなりさ、ラマじゃないや、魚礁に後ろとかにポンってポップすんの？ポップした瞬間を見たことないんだよな。ジャンプ釣りだから、今流行り。ほどういう感じでポップするのかちょっと見てみたいな。広すぎ？海。ちょっとどっからやってくるのか見たことないよね。ちょっとそれだけ見届けたい。でも一定確率なんだよね。絶対にポップするわけじゃないんだよね。あ、ちょっと時間見てないや。47分。3時7分に置く。じゃあここら辺で。クラも1個釣れば巻くか開かないかかなぐらいだよね。それまでにクラ釣れるといいけど。自分の周り48ブロック。へぇー。やばい、48ブロックどこら辺どこら辺だろう。フグ取っとけばいいよね。はい。捨てちゃったよ、さっき。48って結構広いよね。え、じゃあ雪音の家のとこにいたってことは、誰か雪音の家の近くにいたってこと？雪音いなかったんだけど湧いてたんだよね。意図的ではないと思うけど、誰かその近くにたまたま作業とかしてて、放置とかしてて湧いたのかな。それか村の中で湧いたのが、雪音の家の方に来たとか、そういうあれ。どこまで移動するのかわかんないけど。ポーション作りも、あ、そうなの？ポーション作り必要？あの水中で呼吸するやつとかやっぱあった方がいいのかな？探検とかするときに。ポーションの。え、いきなりイカめっちゃ開いた。喉乾いたなぁ。おい！なんだこれ。あ、やばい、夜になってくるな。ん？え、なにこれ。え、なにこれ。これなに？一番下。これやばいやつでしょ、消滅の呪いって。つけちゃダメなやつじゃないの？なんでこれについてんの、最悪じゃん。なんでこれにつくんよ。ゴミ捨てるね。焼くわ、もうマグマで寝ないと。よいしょ。なんでなんでなんかいいのついてんのに一番下にやべえのついてんだよ。もう許せん。あー、もう怒ったやきね。こうよ、もう消滅の呪文が。ゴミじゃん。非耐性はマグマとかに落ちても死なない。ポーション不法投棄なんでいらないもん。ゴミはっぽいよ、パパイのっぽいよ、ゴミは。おいしゃい。かまど持ってくればよかったな。魚焼けばよかった。よいしょ。マグマに戻れる。え、もう戻れるってなんだ。戻れる。水なマグマの中ってなんか視界あるの？限界なので寝ます。ありがとうございます。遅くまでお疲れ様でした。ありがとうございました。スーパーチャットもありがとうございます。おやすみなさい。よいしょ。マグマの中って視界あるの？水みたいに。なし。なし？真っ赤か。え、じゃあ何も見えないんだ。おいし。あ、ないんだ。へぇ。そこまでは、特に。なんかそもそも泳ぐようなあれで作られてないから、あれか。昨日、つむぎ先輩がさ、配信でさ、
サンゴの海、暖かい海、この辺にないって言ってたじゃん。ゆきねさ、あのせっかくさシルクタッチ取ったからさ、サンゴが欲しかったんだよね。だからちょうどさ、それがすごい気になってたんだけどないってことを聞いてショック受けたね。ネザーのマグマ怖いからやだん。ほっ、何レベル上がった。暖かい海ってやつが存在するっていうのは知ってたから、あれシルクタッチじゃないと取れないんだよね。ですっごい綺麗だったから、そのサンゴがすごい欲しかったんだけど、ちょうど紬先輩がすごい探したけどな、この周りにはないんだよって話しててさ、ええって思った。アップできたらさ、マップ広げて紬先輩と探してもいいかなってちょっと思ったけど、でもすごい遠くじゃないとないのかな。ネザー経由で遠征するしかない。ネザーね、まだ雪で砂掘りに行ったことぐらいしかないから、そういう仕組みはあんまり理解してないんだけど、ネザー経由でどっかに出てそこから探すみたいなこと。そう、紬先輩がないっていうなら、そうマジでないんじゃないかって。ネザーつないでワープしよう。どうやってつなぐの。適当にこのなんかこの辺とかで黒曜石で、皮ついたな、黒曜石でゲート作ればネザーのどこかにつながるってこと。ってこと、すいません、すいません、すいません。発砲、へえ、よいしょ。オウム貝の殻いるこれ。ふーん。正直かい。また名札出ちった。こんな出るの名札は。やは、よし、もうちょっと商人さん、できねさん、あのさ、さらにネザーでゲート作って外、じゃあちょっとやってみようかな今度。やばい、やばい、生き根の前からやりたいこと積もりすぎて、もう何をやったらいいか分かんなくなってるな。はっ、もう何をしていいか分かんない。でも今日はとりあえず村人の施設をだいぶ綺麗にしたから、よいしょ、何時だ、あとちょっとだね。おやすみなさい、お疲れ様でした。ほっ、地上側、こっち側、20分経ったら見ればいいかな。後ろまだそんな見張んなくていい、よいしょ。そう、木でぬくもりあふれる施設になったっしょ。ネザーでゲート作るときは元のゲートと一定距離離れてないと、ややこしいことになるか。ちそうなの、なんか永遠にループするとかそういう感じ。クラゲさんも応援しとる。クラゲなんだ、よいしょ、イカか。ネザーゲートがこの、じゃああらゆるところに飛ばされるってこと。やばい、なんか自然とチーカワ、チーカワ子が出てしまうな。出入り口がおかしくなる。へえ。なんかさ、昨日さ、船乗ってたらさ、ネザーゲートみたいの見つけたんだけど、あれ紬先輩が作ったのかな。なんかなんでこんなとこにみたいなとこにさ、ネザーゲートあってさ、なんかね、できてたのかわかんないけど、なんかネザーゲートあって、え、なんでこんなとこにあんのって思ったんだよね。お墓は。壊れてなかったな、そういや。壊れてないわ。壊れてなかった。できてた。できてた、できてた。ってことは、つむぎ先輩が何か用に作ったゲートなのかな、あれ。そろそろ、ついてもいいんじゃよ、クラさん。
僕は可愛いってこと？そういうこと。まだ泣いてないよね。色よかな、かな。なんかね、入ったの一瞬。なんだこれと思って。入ったらね、なんかね、変なね、石の上の道に繋がったね、なんか。柵がなくて怖いからすぐ帰った。釣れなーい。だしね、なんかすごいうるさいじゃんね、ザーなんか敵の声とか。なんか私あの入った時のなんか地形情報を読み込んでいますみたいなあれが怖くて嫌だったからあの1秒で帰った。ふん入ってふんって帰ってきた。怖かったから死にたくないしと思って。よいしょ。釣れにゃーなー。ネザーってさ、あれさ、マグマさ、めっちゃ下に垂れてるけどさ、どういう世界線なの、ネザーって。まあ、裏世界みたいなことは分かってるけど、どういうあれなの、あそこは。そもそも。あ、地獄？なるほどね。あ、地獄なんだ。ネザーの敵は基本的に強い印象だって、多分。ガストとか倒せるのかな。あ、なんだ。いらねえ。うん、地獄なんだ。なるほどね。左右逆、左右ってか上下逆ってこと？なんかマグマが垂れてるからめっちゃ下に、下？上？足元見た時にさ、視点がなんかすげえおかしくて、あれ？これ上向いてんだっけ下向いてんだっけってなったよね一回。なんなのこれ、オウムガイの殻は。え、そう、そのガストに炎を殴り返して昨日、おらっおらって一人でやってたんだけど、一回も当たんなくて、おとといか、おとといだっけな、どっちだっけな、一回も当たんなくて、帰った。壊されちゃったし、ボタン、ドアの火で。やべえと思って。よいしょ。もうちょっとかなぁ。もうちょっと湧くはず。湧くかわかんないけど、チャレンジ。あ、弓で攻撃するのか。なるほどね。よいしょ。つむぎ先輩とのコラボはね、でもね、ネザーじゃないからね、行くの。ちょっと、実は。え、これもう引っかかってないよね。またね、別のところにね、冒険する予定。うん。釣れないよー。どうしてー。釣れないよー。クラ釣れてコラボ楽しみだよ。ツノパイとのツノパイとのコラボも楽しみだし、ツムパイとのコラボも楽しみよ。また同期ともやりたいけどね、3人で。ニトキキ深夜飲酒コラボやりたい。もうちょっとかな。こんばんは、初見です。初見さんいらっしゃいませ。今馬の、あの、馬に乗るための鞍を釣りつつ、行商人が近くにポップするのを待っております。さっき鞍1個釣れたんですけど、2個目がまだ釣れなくて。結構沼ってるな、2回目。うん。よかったらチャンネル登録お願いします。最近マイクラ始めて、あの、見事にはまりまして、ずっとやってます。あ、なんか釣れた！悪くないのでは？あ、待って寝る。おやすみー。割と強いよね、今のね。よいしょ。さあさあ、続きオーバー。あとちょっとで判定かな。その判定を見て寝ましょう。くらくらくら。釣りもこういうの釣れるんだね。いきなり釣り全然知らなかった。さっき調べたんよね。配信始める前に釣りについて調べてた。うん。伸びだけどね、腰が痛かった。伸びも普通に、あの、
あーって感じの伸びもあったけど、腰の伸びもあった今の。たまに腰痛い時期こん、なんか何なんだかい。うん、まあ3匹分でいいか。多分ね、布団が悪いんだよね。多分布団のせいなんだよね。あと姿勢悪い、猫背だよ、すごい。めっちゃ猫背。助かる、ほんと？助かるかな？あれ？ふぐー。そう、猫だから、猫科だからね。あ、姿勢か。うつ伏せ。うつ伏せが多いよな。うつ伏せってどうなんだろう。あ、スマホ見てる。スマホ見ながら寝てるね。寝落ちしてること多いかな。で、スマホをその片手の手で持つことが多いから、なんか小指の骨とかなんか若干出てるもん。そういうのあるんでしょ、なんか。フォーチャー！いえ、あ、違う。え、な、え、今何釣れたん今。何ついたんだ今。さあ、虎猫科だから、ね、猫科だからいいよ、猫背で。トゥルースリーパーってなんか聞いたことあるな。そう、小指で刺されてへこむ。あ、潰せダメなんだ。上向きがいいのかな、やっぱ。あ、ね、こう、なんなんこれ。ちょっとクラさん、クラさん、あー、もうつれん、ダメだ、もうつれん、さすがにもう一個はつれん。何分だ、あ、もうちょっと、あと4分くらいかな多分。あ、やばい、何つった魚か。ねえ、でも釣り結構沼だねこれ。横向きか。え、マット欲しいんだよな、ゆきね。硬いよな、下。マット欲しいな。マットって買ってどうやって持って帰ってくるんだろう、家まで。ナフだー、釣りすぎー。もうちょっとかな。オップ判定。うん。それまでに一個、もう一個。クラが連れてくれたらいいか、連れてくれたらいいかなって思ったけど、まあ人生そんな甘くないみたい。マイクラ人生そんな甘くないみたい。今マットないの、布団に床に寝てるからマジで腰痛い。そうするか、買おうかな。ちょっとマジで買うわ、いい加減。そうだからうつ伏せで寝ちゃうんだよね。なんか上向きだと腰痛いかなって思ってさ。ベッドね、実家に置いてきちゃったんだ、ゆきね。うん、めんどくさくて。もうちょっと。マットレスないとダメだよね、やっぱり。みんなおじいちゃんだから詳しいでしょ。お、何語かな？ハロー。ウェルカムマイストリーム。I'm from Japan。ハロー。ハロー、こんばん。何時かな、外国のお時間は。介護用ベッドが一番じゃよ。出た出た。あれでしょ、自動で動くやつでしょ、ウィーンって。ありがとうございます、マットも買ってくださいね。ありがとうございます。最後に全部読ませていただきます。いや、今日のスーパーチャット読み楽しみだね。何個ラップを買うことになるのかな。もうちょっとかな、あと2分ぐらい。やっぱニトリ最強かな、イオンとかニトリ最強かな。あとちょっと、あとちょっと。柔らかいやつがいいな、マットレス。購入報告？え、じゃあマット買ったらさ、マットの写真あげればいいきね。マット買いましたっつって。アイリスオーヤマっていろいろ安いよね。
わないといけないものね。ほんとそう、生き値ほんと物ないからな。ネットでポチるか。オンケー。実物見なくていいのかな。くさ。適当に買ったら普通にヤバそうだよね。あとちょっと、あとちょっと、ねえ、名札釣れすぎでしょ。クラワー試した方がいいよね。ニトリで試す。お店でやっぱ寝心地試した方がいいよね。スッて寝て、あ、これいいですね、これいいですね、これします。もうそろ湧いてんじゃないの。ちょっと探しに行くか。そろそろ探しに行って、いてもいなくても終わりにしようかな。まだまだあと1分くらい、ちょっと8分くらいになるまでやっとく。何かお探しですか。あのさ、服屋ね、服屋やだよね。その服入荷したばっかりなんですよ。はじめまして、私は大学から来ました。こんばんは、ハロー。スイレンの葉、今辻で蔵を釣ろうとしてます。ウェルカムマイストリーム、ハロー、 Thank you。 よかったらチャンネル登録お願いします。そろそろ探しますか。48マスってどこだ。待って、耳を澄まそう。いやでもこれ湧いてない、臭いな、これ。え、なん？いやこれ湧いてないのでは。でもこれ上なんかな、これ。いやこれ多分湧いてないと思うんだよな。なんか全然聞こえないもんなんも。よいしょっと。いや、いないっしょこれ。ここ探しにくすぎ。入って48マスってどこまでが 48？ いやこれいないよね絶対。何も聞こえないもんね。いやこれいないわさすがに。嘘、厳しいな。でも20分もどこかにさ、とどまって作業することってあんまりないんだよな。いないねこれ。ってなるとよ、ってなると何が一番効率がいいんだろう。このガチャをするしかないのかな、やっぱり。 いないねこれね。このガチャするしかない、これ。なんかいろんなとこで釣りしてこのガチャをするしかないですかね。スライムチャンクはなんだっけ、あのなんか湿ったところにいるの。ゴミ捨ててく、ゴミかな。クッキーキちゃんにあげよう、喜びそう。なんかあれ、だここって沼地あるの。やばい、みんな大丈夫？ちょっと無理しないで寝てね。いきね、やばい、終わりにするとか言って、やばい、また船乗ってる、やばい。みんなほんと無理しないでね。眠い方寝てね、ちゃんと。沼地あるかな。え、じゃあさ、ゆきねがさ、風車式でやってるところさ、風車式でさ、ずっとさ掘ってたらさ、いつか業者に湧くかもしれないってこと？え、今日何時に起きた？今日は朝一回起きたけど、もう一回二度寝したから1時ぐらいかな、今日は。まだ余裕、ほんと？まだ参る、ほんとに？じゃあ 3時半ぐらい目安にしようかな。最低でもね、みんなが明日起きれなくなっちゃうからね。沼見たことない？見たことないか。じゃああんまり広げない方がいいよね、マップね。アップデート来るから。ちょっと行ってなかった。じゃあ帰ろっか。あれ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 、これなんなんだろうねって思って。完成してるじゃんねこれ。賢い、ほんと？これなんなんだ、これは。この何？これ何なんだろう。
なのかもよくわかんないな。よいしょ。やばい、寝ないとな、そうそう。そう。あ、そう、風車式で降りました。いきなりな、なんか仕組みはよくわかってないんですけど。ほら、ネザーゲートあるんよね。ただまだなんか、紬先輩がなんか作ってる途中だったら、あれだからと思って。うん、ただなんかの、なんかの目印かなっていう気にも思った。怖いから入んないけどね。いや。沼地ってさ、どんな目印？メモリ建設だよね、多分ね、あれね。沼地って、あれ？なんか、緑色の、水の色がなんか変なさ、色でさ、これ雪音が一番最初に探検した船じゃない？これ配信で違うかな。違うな。違うわ。やべやべやべ。よいしょ。沼地か、見たことないな。でも上引きで行ってた？なんだあれ？上引きで行ってた？どこで？場所わかんないなぁ。でも見た目でわかるよね。なんかそうそう、なんか水がさ、緑でさ、なんかさ、ハスのさ、なんか葉っぱとかみたいなさ、がさ、いっぱいあるとこだよね。皆さんの声綺麗です。配信もしないチャンネル登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しんでいただけるように頑張ります。なんかすごいお花ある。何ここ、フラワーフォレスト。あ、これが、なるほど、この花なんだ。すげえ。お花取っていい？このお花。あ、なんか聞いたことある、お花のバイオームがあるって。あんま取んない方がいいかな。こういう感じになってんだ。すげえ。はい、脱線してる。すいません。ちゃんと沼地探します。沼地探しますから怒んないで。みんな、待ってろ。今探すからな。あ、こういう感じなんだね、お花のバイオーム。すごい。ガチでお花のバイオームなんだ。コテージ村の隣にある？お花のバイオームか？沼地じゃないよね、それはね。沼地じゃないよね。いきなりも花をめでる心があったのだなって、どういうこと？ちょっと男子？ちょっと男子やめて。ああ、落としちゃったよ。何落としたの？まあ、そのまんま広げたらさ、あれだからさ、プレート来てからまたちょっと奥は探そうかなと思いますわよ。おほほ。いや違うな。まあでもここら辺はもうさすがに絶対に誰かが通ってる。ウイキキで行ってたのどこだ？ウイキキどこ？遠かった？ウイキキが行ってたの。帰れるよ、帰れるよ、コンパスあるから大丈夫、コンパス持ってるから大丈夫。うん、近かった。じゃあこっちじゃない。なんだあれ、マグマブロックかなんか、あっぽいね。いや近かった。だか、港出て、オッケー、ありがとうございます。ちょっと一回帰ってみようかな。今日ね、コンパスのね、持ってるからね、大丈夫。帰れる、帰れる。こっちだ。よいしょ、よいしょ。左？あの、コテージのとこ？コテージのとこ出て左ってこと？じゃあ、雪音のさ、ダイニングキッチンのあたりってことかな。雪音のダイニングキッチンもさ、出て左なんだよね。うわー、びっくりした！今本当にびっくりした。ガチで心臓がやめてほしい。あれマジで心臓ドキドキしてるもん。
心音 ASMR やったら多分うるさいって低評価つけられるぐらいはドキドキしてたね。鼻の前を戻ってきた。あれだよね、あの音マグマブロックみたいなやつにさ吸い込まれるやつだよね。いきなりあれで死んだもん、一人でずっと前に。聞きたい聞きたい、需要あるか、ゆきねの信用あるかな。あんまりないと思うんだけど、どう、なんだあれ。よいしょ、かなりある。で、信用の ASMR ってどうやってやるのか知らないよ、ゆきね全然どうやってやるのか知らないよ。ニトちゃんやってるけど、どうやってやってんだろうって思って見てる、ゆきね。ここゆきねが最初や、一番最初に点検したとこじゃない、ここ多分。そうやんね、多分ね。ありまーすどういう機材使ってんのかなってちょっと思うんだよね。こんな高かったんだ。よいしょ、こちらでございます。お、なんだこれ。やべ、死んだら、死んでもいいか。おお、いやー、敵はいやー。でもいきね、だいぶ成長したな。あ、敵さん宝箱一個しかないのかな。やったぜ。やだー、いやー、帰ろう。よいしょ、修繕出た、やった。結構いいよね。やったやったやった笑わらきた。トライデントめっちゃ強いよね。あの槍投げてくるやつだよね、あれね。あ、コンビニに行ったさに草さあ、ついとこ。あ、つか、なんかさ、タイムラインでさ、あー、ちょっとツイッターのさタイムライン見てたらさ、リスナーの方が言ってたんだけどさ、なんかこういうさバイオームの中と中にあるさ、リバーとかいうところ、今ちょっとなんかつん、あ、そう、リバー、なんかリバーとかの中に生成されてるなんか砂利とか粘土の生成で、真ん中のなんかちょっと一個上掘って11ぐらいまで下まで行くとなんか絶対ダイヤがあるみたいなさやつをさ、タイムラインでさリツイートしてる方がいてさ、それやってたら本当にあったんよね。でも次のアップデートできなくなるって書いてあった。よいしょ、なんかね、あるんだよ多分ね。 YouTube にね動画があって、なんかマイクラ、何で検索したら出るかな、マイクラダイヤとかで検索したら出るのかな。そう、なんかね、え、あれ、え、どっから落ちたんだこれ。あ、はいはい、なんか80%ぐらいの確率であって、で、チャンクの中になんか砂利だかなんか粘土だかが なんか収まってると 100% あるみたいな感じのなんか法則があって、あ、やばいやばい、落ちちゃった。 あって、それをねやって、気に頭悪いからめっちゃ動画見ながら考えながらやったらあった面白かったよ結構。なんかね、水の中に
潜ってってこうひたすら一マスずっと11号でガガ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 って掘り続けるやつ。でもなんか 1.17 のアプデが来たらそのなんだろう鉱石の生成が変わるからできなくなりますみたいな書いてあった。お、ついたついた。とりあえず戻るか。とりあえず戻ってコテージの左に出ればいいんだよね。アメリストは結局どういう感じであれなの？まだ寝れない？マイクラ知識吸収してんな。いやそれはほんとたまたまよ。たまたまリツイートしてくださってる方がいて見たんよ。よいしょ。やばい、もう3時半じゃん、急がないと。何時までやってんだお前っつってね。ね、何時までもやってんだってなっちゃうね。すいません。まあ世界遺産を見ながら帰って、よいしょ。まあでも沼地に行ってスライムはすぐ見つかるもの？まだ全然見つかんない？全然見つかんない。え、あれ、え、水もごんの君大丈夫？あ、すぐ見つかる。すぐ見つかるんだったら沼地行ってスライム倒して終わりでもそんな時間かかんない？すぐわかる？ほんと？じゃあ沼地を見つけられるかなんだよな、多分。左に行けばいいんだよね。左？あれ？なんか寝られてるの。よいしょ。べちゃべちゃ音がする。え、満月だとよく見つかる。え、天気とかそういうの関係あるんだ。すげえ。まあ40以下なら一定の確率で。え、そうなの？え、じゃあここのさ下にもさあるかもしれないってこと？すごい綺麗になってる。倉庫に、あるかもね。でもどこに入ってるのか分かんないんだよな。どこに入ってるか分かんないんだよな。こっち行くとね、いきねの家にね、すぐ着くんだよ。よいしょ。キキハウスといきねハウスはね、こっちが近いんよ、帰るの。よいしょ。ただいまー。ただいまただいまー。倉庫じゃあちょっと見て。なかったらまた続きにしようかな。結構かかっちゃいそうなんだよな、バイオを見つけるの。つむぎ先輩持ってるかな、共有倉庫。ここはね、この共有倉庫はないから、あのウイパイの家の裏になかったらないかな、多分。スライムってだってカテゴリーなんだろう。雑貨違う。ウイパインチどこだっけ？どこだっけウイパインチ？ぶっちゃけ、あれか。ね、あまり一気にやるってもね、あれだしね。よいしょ。でもやりたいこと無限なんやな。ほんまに。この裏になんか、あ、地図ある。おー、すげえ。すごーい。どうやって作るんだろう、こんなん。すごいなーね。すごい、絶対メモリ建設だー。すげえ。あ、聖地巡礼しないと。あ、
大事だから。マイクラをやったら絶対ここに1日1回は来ないといけない、決まってるから。これここになかったらないんじゃないかな。ないけど、え、誰か持ってったのか、置いとこっかベッドなくなってたかい。うん、これは違くて、卵、小麦、かぼちゃ、羽、こんな見えてないよね、多分。丸、スッチ、石、火薬、ないね、多分。よいしょ、よいしょ、ないね、ないね。うん、またスライムは次でやろっかな。あー、リード欲しい。でもさ、その間にさ、イキネがさ、一人でさ、裏でさ、配信外で作業してて、家の近くとかに湧いたら、それはそれでおもろい湧いちゃったんだっつって、実はだからもう行かなくていいやっつって開いちゃった。まあでもあと2本欲しいんだよな、普通に。普通に2本欲しい。ありそうだよね。なんかさ、多分配信会とかだとさ、なんか放置してさ、なんか作業したりとかさ、トイレとか行ったり、ご飯行ったり、お風呂行ったりとかさ、するからさ、その間にさ、なんかさ、湧いてたりしてさ、ありそうだよね。トレーダーか。救急車も来たし、寝るか、そろそろ。なんでゲリラもね、やりたいな、そのうち。誰もいなくて、ツイッター見てて、なんかみんな暇そうにしてるな、みたいな。よいしょ。ピーポー、ピーポー。ピーポー。ピーポー。熱帯魚焼ける？焼けないか。これ焼ける？違う違う。これ焼ける？いけない。これ焼ける？いけない。まあまあ食料も取れたし、いいでしょう。よし。ナフだ。川。川か。これなんなん？寝てた？終わりにしようかな、そろそろ。これ何？あら、いいじゃない？ねえ。うん、うん、いい。ダメだ。これ無限水源やるから、真ん中に置いちゃダメだ。そうだね。え、これ縦に置けないんだ。もういっか、横で。よし。ではでは、そろそろ終わりにしてスーパーチャット読みに入ろうかな。ちょっと次回の配信の、てか昨日ツイッターでね、ちょっと告知したんですけど、ちょっともう一回読むと、あ、その前に、水の上に建物つく、へー、なるほどね、水の上に使ったりするんだ。よし。ではでは、皆さん遅くまで今日はありがとうございました。今日はだいぶね、家も作れたし、だいぶ進められてよかったかなと思います。ね、見てくださった方も、チャンネル登録してくださった方も、コメントしてくださった方も、教えてくださった方も、みんなありがとうございました。で、次回の配信の、告知なんですけど、今日だね。今日の、19時。19時から角先輩とコラボします。で、これはまたちょっと後ほど明日告知いたします。とりあえず時間だけ19時、まあとりあえず次の配信でいいかな。で、とりあえずちょっとまだやるチャンネルをちょっと調整してるので、ちょっとそこはまたおいおい
ツイートいたします。とりあえず明日の19時つの先輩とコラボやります。お疲れ様でした終わり、今日は終わり。ありがとう。もうね、遅くなっちゃうからね、そろそろ終わりにしてスーパーチャット読ませていただきます。ではでは、寝る方はおやすみなさい。この後ちょっと間開けてスーパーチャット読みます。お疲れ様でした。お、めちゃでけえめちゃでけえぞ、なんだめちゃ大きいぞ、なんだ、よいしょよいしょよいしょでかかった。ただいまー、よいしょ。ではでは、スーパーチャット読ませていただきます大丈夫、 BGM も大丈夫ね。 OKOK、 よし、行きます。ブタドンさん、ありがとうございます。クワテイさん、ありがとうございます。きなこさん、ありがとうございます。オラこんな裏やだ、バレたザハトルテさん、ありがとうございます。コハーコハー、なんかコーンみたいだねそれね、コハーって。テックさん、ありがとうございます。村人全員地下にぶち込みました。音符から漂う不穏な空気で草不穏だったかな、どうだった実際ベルさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、いらっしゃい。今スーパーチャット読ませていただいております。よければまた前から配信やるので、また次回見に来てくださると嬉しいです。メゾフォルテハンバーグさん、ありがとうございます。果たして村人は無事なのか、無事だったっしょ、大丈夫だったっしょ彦太郎さん、ありがとうございます。村人養殖業始めちゃったの、いや違うよ、勝手に子作りしたんよ、あいつらが、いけねえのせいじゃないよカラスは可愛いのですよさん、ありがとうございます。犯人が潜んでいるのはここですか、どこ、知らない、いけねえじゃないヤッサンさん、ありがとうございます。村人？え、何？どうしたの？なんかあった？駅の3952さん、ありがとうございます。村人たち、ここはホラゲ枠だったのか、ごくり。ホラゲじゃないよ、楽しい楽しい、マイクロ枠だよパンの耳食べろさん、ありがとうございます。ここは噂のビレッジか噂だと噂のビレッジ。ダンデライオンさん、ありがとうございます。過去形なんだ、過去形だったでしょう。でもちゃんと綺麗にしたからね、大丈夫よ。山本さん、ありがとうございます。ピピボボパパさん、ありがとうございます。いきなり監禁されたい、監禁したよ、あのゴーレム、ちゃんと監禁しといたあやせさん、ありがとうございます。サギアの様子聞きながらねんね、あ、もう寝てるかな、じゃあ3時間前だし、おやすみなさい。アビダさん、ありがとうございます。猫島さん、ありがとうございます。村人の身の代金要求した、ゆきねしたっけキラホシアキラさん、ありがとうございます。コンポハー、ありがとうございました、コンポハー。うんちブリブリザイモンさん、ありがとうございます。ブリブリ助かる、あ、助かった、あ、そっか、よかったよかった。うたどんさん、ありがとうございます。藤高重工業さん、ありがとうございます。唐揚げ大好きさん、ありがとうございます。ザハトルテさん、ありがとうございます
ハムさん、ハムさん、ドタベロさん、ありがとうございます。地下労働施設感謝、おめでとうございます。ありがとうございます。ここら辺のコメントさ、マジさ不穏ないよ。みんなスーパーチャットの絵文字さ、うんちのさ絵文字貼ってくるんだよ。おりおりさん、ありがとうございます、助かる。ムロックさん、ありがとうございます、助かる。木の3952さん、ありがとうございます。ラップ台、ラップ台ありがとうございます。ザハトルテさん、ありがとうございます。ラップ台ありがとうございます。抹茶さん、ありがとうございます。アルミホイル台アルミホイル台ありがとうございます。オリオリさん、ありがとうございます。ラップいっぱい買ってありがとうございます。スーパーガクさん、ありがとうございます。クッキングペーパー代わかりました、買います、ありがとうございます。日用雑貨ゾーンだね。ウリオさん、ありがとうございます。キッチンペーパー代ありがとうございます、しかと受け取りました。豚丼さん、ありがとうございます。ジュース買ってきて、なんで買ってきてなの、やだよやだよ。あ、やばいやばいやばい、消しちゃった、ページよいしょ、よし。縁の下の力任せバンさん、ありがとうございます。ジップロック台ジップロックでもね、お風呂入るときとかいいしね、結構使うよね多分。ダンデライオンさん、ありがとうございます。じゃあ俺もラップ台じゃあ俺もなんかちゃんと買うぜ、ちゃんと買って報告するから待っててみんな。ヒコ太郎さん、ありがとうございます。トイレットペーパー足りてる？うん、ギリ、でもやっぱもう一個欲しいな。影さん、ありがとうございます。ゴミ袋は買わないとな。買います。でも買ったばっかよ、今買ったばっかだから、でも何個あってもいいですからね、一応雑貨ぞ。ピピポポパパさん、ありがとうございます。ティッシュ代、ティッシュ、ティッシュね、もうすぐなくなるから助かる、助かる助かる。リコット模型、模型材作部ヒロピーさん、ありがとうございます。キムワイプ大、雪音大好き、ありがとう。キムワイプね、さっき知った、うん、リトッコさんので、リトッコさん噛んじゃった、リコットさんって言っちゃったね、でもヒロピーさんね、ヒロピーさんので知ったわ。うん、イーガーランドさん、ありがとうございます。くしゃみ用のティッシュ台ありがとう。鼻かみ用は、鼻かみ用じゃなかった。パリョさん、ありがとうございます。ついでお菓子買っていいよ、全部お菓子買うよ。ありがとう。ボックスマンさん、ありがとうございます。話すれば大リッチ、いいの、そんなリッチなの使っていけね。ありがとう。キャットフィッシュさん、ありがとうございます。洗剤洗剤で、でも洗剤もうなくなる、そうだ思い出した、ありがとうございます。ひなこさん、ありがとうございます。ブルーレット代、ブルーレット欲しかったから、明日買う、明日買うか、明日行く、明日雨じゃなかったら行く。メゾフォルテハンバーグさん、ありがとうございます。激落ちくん台ね、これね、摩擦するからね、注意だよこれ、注意。エテックさん、ありがとうございます。キノコの山台、いやいや、ゆきねはタケノコだから、どうしよう、タケノコ買っていい、タケノコ買っていいっすか、自分。8849チャンネルさん、ありがとうございます。ダッシュータン、ダッシュータンあるよ、ある、でも期限ないかも、もう一回伝ってるかも。うんちブリブリザイモンさん、ありがとうございます。ブリブリ助かる、あ、ここでブリブリ言ってみた、ゆきね、またうんちブリブリザイモンさんで、あの、なんとなくわかるね、ブリブリ言ったところ。ラザーさん、ありがとうございます。モスさん、ありがとうございます。麦茶用の水差しと表彰、表彰台ありがとう。お皿じゃない、氷欲しいからな普通に。ハムさん、ドタベロさん、ありがとうございます。ランニングジジイ台オッケー、渡しとくね。チーパーグラムさん、ありがとうございます。合ってるかな、チープでシッパーかな、チーパーグラムさん、ありがとうございます。サロンパス台オッケー、貼っとくね、ここに、腰に。モフモフオカミさん、ありがとうございます。タオル代オッケー、タオルいっぱいあるよ、でもタオル買うね、でもタオル代もらったからありがとう。モフモフオカミさん、あ、違う違う違う、読んだ読んだ、今読んだ。ダンデライオンさん、ありがとうございます。ノーマット代ね、虫よけね、虫よけも買うわ、オッケー。
うんちブリブリザイモンさん、ありがとうございます。ブリブリ ASMR 助かる。需要ないだろ絶対、誰が聞くんだよ。FK さん、ありがとうございます。おめありー。えぶたどんさん、ありがとうございます。記念パピコありがとう。くらつったとこだね多分ね。木の3952さん、限界な、ありがとうございます。限界なので寝ます。おつぽはでした。お疲れ様でした。おやすみなさい。タンポポショコラさん、ありがとうございます。マットも買ってくださいね。マット買うね、オッケー。マット一番欲しいね今ね。ありがとう、ありがとう。よいしょ、よし、これで全部読み終わりました。皆さん今日はね、すいませんね、遅くまでやっちゃってありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。いっぱいいろんなもの買うね、うん、みんなからもらったスーパーチャットで本当必要なものいっぱい買うね。活動ももちろん活動費に充てさせていただきます。ありがとう、ありがとう。あ、お、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、更新しよう。アイサックさん、ありがとうございます。ふぅ、頑張った。今日は結構頑張ったね。バチャットありがとうございます。あははは、藤高重工業さん、ありがとうございます。よしよし、全部これで読み終わりました。はあ、みんなごめんね遅くまでね、助かった、ありがとう。マインクラフト頑張った、今日もお疲れ様でした。遅くまでお疲れ様、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。お疲れ様、ありがとう。みんなもね、この後ね、ちょっとずいぶん遅くまでやってしまったのでゆっくり寝てください。楽しかった、ありがとう、ありがとうございました。ではでは、また19時にまた19時にお会いしましょう。お疲れ様、ありがとうございました。楽しかった、うん、こちらこそ楽しかった。今日のね、そう、今日の19時にまたお会いしましょう。おつぽはでした、バイバーイ。